皆さんこんばんは。今日はこの、あれ聞こえますか、大丈夫ですか、はい、今日はこのほどほどに豊かな社会的対談を、結構これ、震災前から対談をして、その間に震災が起きたんですけれども、の一応観光の、まあ、少し観光して日が経つんですけれども、記念の、ボックスセッションということです。それで、まずこのちょっとね、そのほどほどに豊かな社会っていう、随分こう消極的なタイトルっていうんですかね、あの、まあ、いろいろこれね、あのどういうタイトルにしようか考えたんですけれども、まあ、でもなんかこのずっと対談の中で、まあ、いろいろ教育、経済、まあ、生活とかいろんなテーマについてお話をしてるんですが、結構そこでこう通底していたのが、まあ、ほどほどっていうね、あのワードだったんじゃないかということで、ほどほどに豊かな社会というふうにしたんですけれども、私はね、あの、ちょっとここ数年、いわゆるそういう、こう競争とか、とにかく成長向上前進みたいな社会に対して、まあいろいろこうちょっとそれはあのいろんな意味で、それは無理もあるし危険もあるんじゃないかということで、まあ、主に精神科医という立場なんで、生き方とか考え方という観点から、まあ、そういうもっともっとっていうふうなね、まあ、そういうムードに対して、まあ、批判的なことをちょっと言わせていただいたんですが、立花さんは経済学者でいらっしゃるわけで、経済というとやっぱり何といっても成長ね、あのというのがもう至上命題のように、まあ、言われることが多いと思うんですが、経済学者、経済学の立場にいる立花木さんもほどほどなんて言ってしまっていいんですか？あの、ただいま名前が上がりました、経済学専攻の立花木と申します。あの、経済学にはこの中で経済学を勉強された方もおられると思うんですが、まず大きく分けて近代経済学とマルクス経済学というのがございました。そして日本の経済学というのは戦後マルクス経済学が圧倒的に優勢でした。で、近代経済学という非マルクス経済学というのはむしろ少数派でございました。で、私はあの近代経済学の畑で育ってきました。ずっと学生時代から現在まで近代経済学を、まあ、勉強してきたものなんですが、まあ、近代経済学というのを別の言葉で言えば、ある人は新古典派経済学ということを言う人もいる。新古典派というのは英語で言えばネオクラシカルエコノミクスで、まあ言ってみれば成長をするにはどうしたらいいかということをあの一つの目標としてあの勉強する学派で、で経済成長をするということは経済の効率化が非常に大事であると、経済を効率に運営しないと経済成長は発生しないと、したがって経済成長ということを達成するには経済を効率化にしないかんと、経済を効率化するに一番いい制度っていうのは新古典派経済学は市場原理、要するに市場の赴くままに任せると経済は全てうまくいくということを、経済成長なり経済効率化をあの主張する人は、もう政府はあんまり関与するなと、市場の赴くままに任していったら自然と経済は効率化に向かうし経済成長率も高くなるっていうのが、まあ、新古典派経済学の結論でございました。そうするとそれをとことん放っておくと、これは近代経済学の考え方が解決できなかったことなんですが、格差が拡大するというネガティブな面を
伴うわけですよね。経済効率化を図れば、高所得の人と低所得者の人の格差が広がるという問題が生じて、じゃあ経済効率化と格差を両立するにはどうしたらいいかということ、非常に難しいディレンマに、新古典は、ないしは近代経済学は陥ったわけですね、そういうディレンマに。で、まあ私は、まあ格差問題なんかもかなりやってきた人間として、やはりある程度格差は広がるのはやむを得ないけど、これ以上格差が広がるということは経済成長をとことん認めるからこういう結果になるんであって、経済成長もほどほどではほどほどでいいんではないかというようなことを主張してきて、たまたま、まあ、加山さんも精神心理学の立場からそういうご意見を持ってるし、私も経済学の立場からもうほどほどの経済成長でいいんではないかと。ゼロ成長率は困ります、あるいはマイナス成長率も困るけど、日本の経済成長は 1% ないしは 2% の成長率でいいんではないかと。そうすれば、まあ、格差もあんまり広がらないし、国民全員が幸せになるんじゃないかという主張をしたのが、まあ、私の経済学者としての、まあ、立場でございました、まあ、ちょっと経済学に寄りすぎた話ばっかりして申し訳ございませんが、まあ、経済学の立場としてはそういうことでございます。経済学の中でもいわゆるその格差が拡大するのはこれは有意識ことで、これはなんとか解消しなければいけないっていうのは基本姿勢なんですか？そこは非常に難しいんですよね。まあ、私日本で格差が拡大しているぞと、これをなんとか抑えないかんというようなことを言ったときに、まあ、批判をものすごく受けました、そんなことやると経済成長率は低くなると、国民全体が貧乏になってもいいのかと、経済成長をやることによって、その経済成長をやることによって高所得者の人がたくさん増えるっても全体が底上げするからそれは構わないんだと、いずれ高所得者の人が潤うと雫が落ちるように、上の所得の人から下の貧乏な人に雫が落ちるようにみんなが豊かになるんだということを成長派の人は盛んに主張しました。したがってまず成長が第一だと、これ経済理論的にも雫が落ちる理論というのがございまして、まずは成長だと、成長したらいずれ底上げが起きるというなことを言ったんですが、日本では関心もそこに行ってない、富は一部の人に集中するし、そういう雫が落ちるように下の人に恩恵が及んでないんではないかというのが私の意見でございます。これは実はもうちょっといいですか、中国もそれを言ったんです。テンシャンピンという中国共産党の指導者は、まずは経済効率化のためには先に行ける人は行けと、先に行ける人は行ったら後で、落ちこぼれもなんとかそれについていけるように豊かになるから、まず先に、行く人は行けと言ったけど、なんと中国は今や日本以上の格差社会です。ものすごい貧富の格差が大きい社会になって、何にも下の人に恩恵が及んでないというのが現状じゃないでしょうか。アメリカはどうなんですか。アメリカという国もね、まあ、そういう意味ではこう、まあ、そういう いわゆる自己責任という考え方が徹底していて、まあ、そこで格差っていうことも まあ、ある種受け入れて、まあ、これまでね成長っていうのを追求してきたと考えていいんですかね。まあ、アメリカ国民、私の見るところ世界で一番そういう経済効率優先、ね、格差もやむを得ないかと言ってる、まあアメリカが最先端の国だと思います、アメリカ人にアンケートをやるとやはり経済効率化が第一であると、
そんな貧困で苦しんでる人は自己責任だと、あの人たちは頑張らないからダメであって、まずは頑張れという意識がやっぱりアメリカ国民は非常に強いから、格差に対するそのネガティブなアティチュードっていうのはそんなにない国でしたが、皆さんご存知のようにニューヨークのウォールストリートを占拠した若者がいるのはご存知でしょう。アメリカですら 1% の超富裕層が 99% の非富裕層を搾取してるっていう運動が起きて、アメリカですらああいう運動が起きたっていうのは、いうことはアメリカでもやや反省が起きてるんだなという印象を私は持ちました。日本の場合ね、その経済の効率化を優先していく末に格差が拡大するという結果はあんまりこう無自覚っていうんですかね、知らされてなかったようにも思うんですよね、はい。でまあ、とにかく経済的な経済大国になり、それをこうさらに突き進めていくとなんとなくみんなハッピーになるんじゃないかっていう、はい、なんか非常に楽観的なことを思っていて、はい、で格差が拡大してるとか、あるいは実は日本の貧困率が高いとかっていうことが言われ始めたのってそんなに昔のことじゃないですよね。おっしゃる通りですね。皆さん高度成長期の頃は成長率 10% で非常に効率性も高かった。ところが一億総中流という言葉は皆さん記憶にございますでしょう。国民は全員が自分は中流だと思ってるぐらいの、まあ、平等社会だった。高度成長期の頃は日本は世界で稀に見る非常にいい世界だったんですよ。経済成長率も高い、経済効率性も高い、一方で所得の分配も貧富の格差があんまりない、一億総中流をみんな感じてたから非常にハッピーな時代だったんですよ。なんでそれを実現してたんですか、その頃は。ああグッドクエスチョンですね。高度成長期の頃ですか、うんうん、高度成長期の頃はまずちょっと経済の話ばっかりで申し訳ないですが、後で心理の話もさせていただきますが、高度成長期の頃はその以前は日本はもう貧乏でした。戦争に負けて、国民全員が貧乏だったでしょ。だからみんなが頑張らなきゃいけないと、ここでみんなが一生懸命頑張って働いて日本の経済を強くしないといけないという雰囲気を国民全員が持ってた。だから高度成長期の時はみんな頑張ったし、みんな頑張るけどそんなに貧富の格差もつけないという合意が国民全員の中にあったんですよね。その一つの象徴が年功序列、終身雇用という雇用制度に現れてて、解雇もしないけど労働者も会社を辞めないと。そしてみんな年を取るごとに、昇進していくし、昇進もしていくし、賃金も上がるっていうのはこれ平等主義なんですよ。若い時は賃金は低いけどみんな一緒に上がっていくという、これ平等主義を高度成長期の頃は達成してたわけですから、そこでみんな勤労意欲が強く一生懸命働いて、そして将来に期待もあったからみんな頑張って、で、一方で賃金なり所得の分配も平等だったという、日本は非常に恵まれた時代が30年前40年前にあったんですね。ところが徐々に、まあ、オイルショックだとか、あるいはバブルとかいろんな経験を経て、日本の経済成長率がだん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 低くなってきて、で一方で格差も徐々に増えてきたという状況になってきて、じゃあ経済成長率が低くなり、一方国民の間の所得分配の不平等も進行している時にどういう処方箋があるかというわけで、ここ10年20年いろんな考え方がまた日本で出てきて、経済を優先するためにとにかく成長しないいけないという意見と、いやもうほどほど豊かになったんだからそんなに頑張ってまたこう成長をやる必要あるのかという意見と分かれているというのが今の現状ではないでしょうか。
今やもうそういった経済の効率化と格差が広がらないようにするということを、そのジレンマを解決して両方両立する処方箋はそれはもうないだろうというようなことになり、どっちかを取るというか、いやまあどっちかを取ると言われれば、まあほどほどにというんですかね、まあ成長率もほどほど、それから分配もほどほど平等というのが、まあ私の言うほどほどに豊かな社会というふうに考えていいんじゃないでしょうかね。まあ行動成長ばっかりやっぱり言い過ぎると、やっぱりどうしても所得分配不平等になりますから、じゃあ所得分配の不平等を阻止するためには、まあ成長率はそんなに高くなくてもいいんではないかということになりますけどね。そのモデルが国があるんですよ実は。それは皆さんもよくご存知だと思いますが、北欧諸国がそうでございまして、北欧諸国ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドという国は成長率もそこそこです。成長率もそこそこだけど分配も平等が結構高い、まあ、福祉国家の代表選手ですから、成長率もだいたい 3% 前後をキープしてるし、所得分配も平等性が高いというわけで、私は北欧諸国はすごく両方を両立させて、いい国だなと思うんですが、北欧をモデルにせよというと日本ではものすごく叩かれます。北欧のような国は日本はなれないと。なぜなれないかという反論、例えば私は竹中平蔵さんと意見が違いますので、竹中平蔵さんとよく対談したり、テレビで出たりするんですが、あんなちっちゃな国は日本は真似はできないと、北欧はせいぜい1カ国、まあ600万人から1000万人の国であると、日本は1億2000万人の国でそんな悠長なこと言っておられんと、いうようなことがまず出てきますね。で、1億2000万人の人に、おまんま食わせるためには経済成長がないとダメだというふうに、出てきますね。それはそうそう、だからその、なんだろう、後でねまた幸福っていう話もしたいと思うんですけども、去年ねブータンの国王の夫妻が来て、まあ、あの人たちがこうイケメンとねかっこいい以上だったってこともあり、非常にあの時に、まあ、ブータンっていうのがね素晴らしい国だっていうのが盛んにこう報道されて、まあ、その時によくブータンは、まあ、いわゆるGDP が低いけども国民総幸福指数っていうんですかね、はいはい、あれが非常に世界一高い国というところがクローズアップされましたよね。ところが私2年ぐらい前に、まあ、朝の生テレビで、まあ、その話をね、まあ、まさにこう経済成長とかそういう話の時に、まあ、ブータンのようなね違う幸せのあり方を目指すっていう方法もあるんじゃないかとかいうことを言ったら、その時は本当に今出たパネリストの人から、それこそ同じようなあんな彫刻と比べてどうするんだみたいなねあれはあんな遅れた小さな国だからね言えることであって、その日本というようなもうねある種成長をここまで遂げた巨大な国がブータンを目指せみたいなことはもうナンセンスだみたいにすごく言われた、うん、で、まあ、化粧になった記憶があるんですけども、そういう意味ではこう何でしょう、だからこうモデルを探せとかはみんな言うんだけども、実際にじゃあ北欧モデルがいいんじゃないかとかね、あるいはその心理的にはブータンみたいな国とか言うとそんなこと不可能だっていうことが繰り返されてるんですかね。やっぱり経済だけに限定すれば、やっぱり、アメリカのようなやっぱり経済が一番日本にふさわしいんではないかというような意見がやっぱり経済をやる人の中では多いですね。でその実際にはその北欧のような小国とね、うん、目指しても不可能だっていうのは本当に不可能なんですか。いやそれはやってみないと分かんない。やってみない、経済だけは実験ができないんですよ。物理や科学や生物は実験できますけどね、経済だけはなかなか実験ができないっていう学問ですので、それは国民、ヨーロッパ型を選びますかアメリカ型を選びますかというその選挙で選択してですね、国民が多数派を選んだ方で実験やるしかない。そしてアメリカ型を選んだ人の政治やって失敗したら、
まあ、じゃあヨーロッパ型がいいというふうにしかならないんで、経済学は実験ができないという学問なんです。だけどね、その成長路線を目指しすぎた結果の失敗っていうのはもうたくさんいろんな例が実はもうあるんで、そのアメリカのね、はい、そういう、はい、例もそうですし、例えば、まあ、それが、まあ、経済と直接対等に語れるかどうかわからないですけど、日本でもね、去年大震災があって原発事故があった時に、まあ、原子力発電っていうのがその経済成長をね、とにかくのためにはもうこれ必須なものなんだっていうことで、その安全性みたいなことをもうないがしろにしてまでも作って、あれだけたくさん作ってしまった結果ああなったりしまったと。でその時にも同じような議論っていうか、だから成長ばかりを目指しすぎる一つのある種のこうものすごい大きなツケのようなことを私たち経験したわけで、まあ、それは路線変更しなきゃいけないんじゃないかね、っていうような意見も出てて、いろんなそういういろんな国家単位、あるいはそういういろんな問題で失敗例っていうのはたくさんもうすでにあるんじゃないですかね。いや、おっしゃる通りですよね。あるいはその日本がね、まあ、自殺率なんか、はい、自殺が、ね、非常に多い、でそれもちょうど97年から突然3万人台になり、はい、その時が続いてると、はい、でまあ、それは不況が本格化したからという説もありますけども、それで非常に97年に自殺が突然増えた時に、まあ、これは不況でこうなってるんだとか、雇用を増やしたりとかね、とにかく景気良くしないと自殺は減らないんじゃないかってことで、まあ、小泉竹中改革が始まったり、まあ、その自殺を減らすために始まったわけじゃないんだけど始まっていったと。でまあ、実際に頃一瞬こう景気がすごくいいんじゃ、イザナギ越えとかなんとか言われましたよね。ところが蓋を開けてみたら、日本で一番自殺が、人数的に最高になったのが確か2002年とかなんですよ。だからつまり非常にもうその改革路線がこうどんどん進行して、景気もこう良くなってきて、雇用も増えて、むしろ人が足りないなんて言われてる時に蓋を開けてみたら自殺者むしろ増えちゃったんですね。でそれおかしいんじゃないですかとか言ったら、なんかある方がそれはちょっとタイムラグがあるんですと、だから、ね、これ景気が良くなってすぐに自殺者が減るわけじゃないのでね、これは必ずもう少ししたら減りますみたいなことをねおっしゃった方がいたんですが、まあその後も全然減らないっていうようなね、だから全然その景気回復したり雇用が増えたら自殺者が減るもんだと思ったら、逆で、まあ、つまり成長とか競争とかをむしろ強いられて、まあ、その結果さらにね追い詰められて自殺をされる方っていうのは多分、増えたと、まあ、まあその因果関係が証明されたわけじゃないですけどもね、考えなきゃいけないような時代になっちゃったわけですね、うん、というようなありとあらゆるところでそれこそ社会実験みたいなものがね、うん、行われてるんじゃないですかね。いや、そういう面が、まあ、確かにございまして、先ほど加山さんが幸せのことを言われましたよね、はい、で今私いろんなアンケートをやってまして、日本人どこに幸せを感じてるんだというようなアンケートをやっておりまして、国民にアンケートを配布して、今得られた結果を多少なりとも要約して報告したいと思います、うん、日本人のみんな、あなたいつが一番幸せですかというようなアンケートをしたときに、こういう答えが返ってきました、うん、お金が多くあることではないと大半の人が答えてるんですよ。お金はそんなに欲しくないと、まあ経済成長をするということはお金がもっと欲しいということと同義ですよね。お金がもっと欲しいと、今年収が、まあ、500万円の人が来年は、あるいは10年後には1000万円になりたいとか1500万円になりたいということは、高い経済成長率が欲しいということを宣言しているんだと思うんですが、お金はそんなに欲しくないと。あなたはお金たくさん、まあ、例えば何千万円かもらって幸せですかと聞いても、そんなに多くの人がそんなに幸せを感じないと。じゃあどういう時に幸せを感じるかというような質問をしますと、2つ重要な結果が出てきました。1つは自分のやってる仕事に生きがいを感じることができるのが一番幸せだと、そんなにお金はたくさんもらわなくてもいいと、年収何千万円とかそんな高い報酬をいらないと、自分はそこそこの年収でもいいけど
仕事をやってる時に生きがいを感じられればそれで自分は幸せだということを言う人が圧倒的に多かった。それから2番目、どういう時にあの幸せを感じるかというと、家族がみんな幸せに過ごせればそれが自分にとっては一番幸せだと。これは男性も女性もそういうあの答えが来ました。誰かあの家族の中で突飛な人がいて、なんかあのみんなで困るってなことじゃなくて、家族の全員がつつましやかでもいいからみんな平穏に暮らせるような生活を感じる時が自分の一番幸せを感じる時だというふうに答えてました。じゃあ何が一番不幸ですかというようなことも聞きました。そうすると、失業するということが自分にとっては一番の不幸だというふうに申しました。ということはどういうことかというと、まず仕事が欲しい、働き口がなくて収入がゼロになるのは一番困る。しかしながら仕事が、何かやる仕事があって、その仕事が自分が、ああ今日は一日働いて、何かやりがいがあったなと、それはそのたとえ高所得でなくても、その仕事があって自分が何か達成感があった時がハッピーだというふうに感じている人が多いということは、これを私流に解釈すると、何にも日本人は将来にものすごい高所得を望んでるわけじゃないと。経済成長をどんどん高くして高い所得欲しいとばっかり言ってないと。そこそこでいいから安穏に家族と一緒に暮らせれば自分は幸せだと思ってる人が日本人の大多数であるんだったら、そんなにみんな一生懸命朝から晩まで残業もしてみんな一生懸命働いて高い成長率で高い所得を求めなくてもいいんじゃないかというインプリケーションがあるというふうに私は感じたんですよね。世代とかに関係なくってことですか、ね、世代、働いてる世代ですけど、働いてる世代の人です。ちょっと私ばっかり長く喋って申し訳ないですが、じゃあ人間は若い年代から働く世代から引退者までいろいろいますよね。で、高齢者にとって、じゃああなたが一番ハッピーに考えるときは何ですかと聞くと、自分が健康であると感じるときが一番ハッピーである。これはまあ当然そうですよね。高齢者になってくるとやっぱり将来自分何年生きるかわからん、いつ病気になるかわからん、いつ要介護になるかわからんっていうのは、これはもう年代的な宿命ですから、これに対する回答っていうのはなかなかない、うん、もう人間誰しも老いますからね。80、90なったらどうしても病気がちになるし、となるとまあ我々経済学者ができる政策といえば、年金だとか医療だとか介護だとか、そういうところでまあできるだけそういうようなことであんまり心配しないような支援を側面からやることしかないかなというふうに思います。従いまして、働く世代と若い世代とではやっぱりその幸せに対する考え方が違う。まとめますと、やっぱり高齢者にとって一番の幸せを感じるときは自分が健康であるということを認識したときだと。これは年齢的な宿命だと思います。多分ね、その一人一人にそうやってこう意識を問うと、今おっしゃったようにそこそこの収入でもいいので生きがいとか、あるいは家族の幸せとかが自分はあればいいんだと思っている。それがどうも社会とか国家とか集団になると、なんかそうじゃなくて途端に成長を手放せないとなってしまうっていう、なんかね、その辺のこうどっかでこう切り替わるみたいなところが今浮かび上がってきたと思うんですけれども、そこでね、なんで、まあ、みんなはそう思ってると、多分ここでも一人一人来たらそうだよねっていうのかもしれないんだけども、どうして、まあ、その成長しなければというような命題を至上命題みたいに思ってしまって、
それを捨てられないのかっていうね、手放せないのかっていうところが、まあ、一番大きな問題だと思うんですけども、まあ、そうなるとそこにはなんかね、やっぱそれを拒む心理的なメカニズムみたいなものが働いてんじゃないかなと思わざるを得ない、ね、うん、そこはね、非常に、うん、あの私も悩むところでして、ね、うん、例えば経営者の人の前でこういう話をしますとね、それは敗北主義だって言うんですよ、うん、やっぱり企業は成長しないと、なんとなく頑張れ頑張れ言わないと、なんとなくみんな沈滞してですね、なんとなくまあ、働かなくてもいいのかと。やっぱり企業っていうのは成長しないと競争にも勝てない。やっぱりマーケットシェアをめぐって企業は競争してますので、やっぱり社員に頑張れとそこそこでいいやないかなんて一言言うと、もうその企業はもう敗北しちゃうっていう、やっぱり経営者はそう思うんですよ。まあ経営者の心理としてやっぱりそんなほどほどの成長でいいんじゃないのなんて言うと、俺たちはやっぱり頑張って売上高を上げない、まあ成長するということは売上高を上げるということですからね、売上高を上げるっていうことを知った激励しないと、社員がまあそこそこでいいなと思い出すと同業他社に負けてしまうと、それでもいいのかというようなことをやっぱり経営者はどうしても言うんですよね。だからやっぱり経営者の前でこういう話をしますとね、立花木さん敗北主義だと、あんたは学者だから、まあ橋本大阪市長は学者が大嫌いみたいで、学者の言うことなんかもうナンセンスだとばっかり言ってますけど、まあ経営者からもそういう声がきます。そう、なんだろうな、だからその、まあ、経営者はね、わかんない、そうかもしれないですけども、一般の、ね、人たちでも、まあ、このほどほどでいいんじゃないかとか、そこそこでいいんじゃないかってことに対するすごい抵抗も、そのアンケートを取られると自分はそうなのに、そういうことを言うね、まあ、学者っていうかね、に対する多分反発もあると思うんですけどもね。でそれは多分一つはね、二つぐらいこう心理的な要因があるかなと思って、一つはやっぱその私たちが安穏に先暮らしたい、ね、安穏にまあそんなにこう心配事なく暮らすためには、まあ、その今の日本のこの生活水準をある程度こう維持していかなければいけない。そこが一旦何かこう成長もどん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 成長するっていうのが停滞すると、あっという間にそれがこう転落してしまって、うんうん、あっという間になんかこうね、昔のなんかつれづれ草みたいな時代のようなね、なんかすごい貧しい生活に戻っちゃうんじゃないかっていうね、その恐怖っていうか不安っていうのが一つあると思うんですよね。それともう一つ、一つがそういうふうにあっという間に転落するんじゃないか、というだからそのゆとりというか遊びみたいなね、少しぐらい減っても大丈夫ぐらい成長をどんどんしとかないと、もう一旦ちょっと成長を止めるとあっという間にこうダメになってしまうんじゃないかっていう一つの恐れですね。でこれでも逆にね、いろんな私の患者さんで、患者さんシースなんですけども、あるこう塾というかね、学校に行ってる人がいたんですけども、でそこの、トップの人が、その人に、たちに生徒たちに勉強させるためになんか停滞、すなわちこれ衰退とか言って、とにかく一旦止まるとね、すぐにもうあっという間にダメになるんだから、あんたたちはもう日々前進していないと、もう維持すらできないよっていうことをね、こう焚き付けながら、まあ学習とか勉強とかではそれもいいかもしれないけど、まあ、そういうふうに一旦止まったり一旦スピードが止まるとあっという間にダメになるんじゃないかっていうね、一つのこう、まあそれ多分普遍的な多分不安だと思うんですけど、それが一つと、あとそれから特にこういうふうに今のような、まあ、いろんな意味でこう不安とか閉塞感とかでの時代になると、このほどほどとかね、そこそこっていう非常にこうグレーっていうか曖昧なこう状況で受け入れたりするっていう、それのゆとりっていうのがやっぱりなくなって、このまあまあでいいじゃないっていうかね、まあいいところもあれば悪いところもあるよねっていうような曖昧さを受け入れるっていうのには、ある一定のやっぱり心理的な余裕とかエネルギーがないと私たちできないようですね。
で、追い詰められれば追い詰められるほど極端な、とにかく成長だとか、あるいは逆にもしかしたらもういいじゃない日本は原始に戻れみたいなことを言えばみたいなね、ある意味でなんか極端な極論の方を受け入れて、受け入れると、最もね、そういうこう、1% の成長で、まあ、これまでのようにね、ぐいぐい世界に忘れられないかもしれないけど、まあ、でもだからといって、転落するわけでもない、まあね、少しずつみんな我慢しながらなんていうのが、ある意味最も受け入れにくいっていうんですかね、ことだと思うんですよね。いや、もうあなたは非常に2つのことを言われて、第1番目の要するにほどほどなんてやってるぜ、いずれいずれ転落するんじゃないかと、日本が中国に GDP 負けですね、インドに負け、いろんな形で日本がその経済的に衰退していくと、世界でのいわゆる政治の世界でのプレゼンスも非常に小さくなるんじゃないかというような恐れ、それ私はちょっとマクロ的に言えば、中国にいずれ負けてアジアでの覇権は中国に取られてもいいんじゃない、取られるのいいのかという政治の、取られるならね、なんかこう属国になってね、うん、もういいようにされるとかね、奴隷になるんだみたいな、うん、ものすごい極端なそのなんかビジョンっていうか、それも言う人いますよね、よくね、うん、ね、私はそれはあんまり組みしないんですよね、うん、例えばヨーロッパ見てますと、今一番豊かな国はドイツです。やっぱりね、ドイツは非常に強いで、ダメな国がギリシャとかスペインとかイタリアとか、皆さんご存知のように毎日そういう経済がダメになっていると言われているんですが、イタリア人とこの前話したことがあるんですが、それは経済はダメでドイツから助けてもらわないかん状態になってるけど、俺はインテルミラノ、サッカーのですね、が勝てばもうそれでハッピーなんだと、そんなもう経済はドイツに負けてるけどね、その自分の好きなチームが勝ってれば、そんな所得なんか多少低くたってハッピーだと、そんな経済なんかまたドイツに勝てなんちゅうことは言わんでもええというような人が結構多いっていうんですよ。そういうのは私は非常に大事な感情だと思いましてね、例えば私が申しました、先ほど日本人がその仕事でなんか高い所得の仕事ではなくてもなんとなく生きがいを感じる仕事があればそれでハッピーだと言ってるのは、インテルミラノがサッカーで優勝するのと同じことだと思うんですよね。そういう意味で何にも経済だけが全てではないと、ドイツ人を見ろと、あんなにヨーロッパでナンバーワンの経済になってるけどというような声が他の国からやっぱり出てきてるということを感じると、日本だって中国に負けて、いいんではないかというようなことを言いますと、またあれは敗北主義だと、なあもう中国の属国になってもいいのかというような大国主義のやっぱり思想が出てくるのが私にとってはあんまり自分の好みではないという印象を持ってます。なんだっていうか、なんかね、それが、まあ、イタリアぐらいのね、ある種のね、高生活水準もありつつね、いや俺はサッカーがね、見て美味しいもの食べたりね、恋愛したりするハッピーだみたいなのはまだいいけど、なんかこう非常に私たちってある種なんか楽観的なのか悲観的なのかわからないけれども、なんかすごくこうそうなるとどん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 転落して、なんかすごく貧しいのに、なんかリオのカーニバルで1年に1回だけねやってバッバッ騒いで、あとはもうすごいこうスラムのところで暮らすみたいな、そういうなんかね悪いビジョンっていうんですかね、それなんかパッと浮かんだりしちゃって、そうなっていいのかとかね、そんな風にまでこうもうどんどん転落しだすと歯止めが効かなくなっちゃうじゃないかっていう、その脅迫観念っていうのも非常に強いと思うんですよね。特に今言われた意見は経営者の人たちと政治家の間でそういう意見は強いですよね。やっぱり日本はそれはもうそれは格差は広がってるけど、まあ餓死するような人は、まあ、多少はいますけどね。さあ
アフリカなんかとはだいぶ違う豊かさですからね、ほどほど生活を保てるならそれでいいんではないかという意見を言うと、やっぱりこれは敗北主義だ、もうそんなことを一言でも社員の前で言うと敗北主義で、日本も加山さんが盛んに言われる転落の道しかないと。だから私は転落は困るという意見には大賛成です。従いまして経済成長率 1% か 2% で十分だというふうに国民が合意があれば、なんとか日本の国民全員の生活水準は今のままでちょっとちょっと豊かになるという水準は保てると思いますが、中国のように年率 10% の経済成長率っていうのはもう絶対に無理だと。まあ、経済成長戦略みたいなのでね、打ち出される成長率の 目標ってどれぐらいなんですか？大体 4% ぐらいを念頭に置いてますね、うん、それでないといずれ中国にパーキャピタっていうの一人当たり所得でも10年後か20年後には負けてしまうという予想がもう出てますのでね、私は負けてもいいんじゃないか、まあ、皆さんからぜひとも後でご意見をお伺いしたいですが、もう一つですね、私がそういうことを言う一つの論理は、じゃあまあ経済成長率がそんなに高くない世界というのは多少は我慢しましょうということと同じ論理だと思うんですよね。で加山さんが 3.11 のことを言われて、原子力でああいう問題になって電力が使えなくなったら経済成長率は減るから、やっぱり原子力発電は必要だという意見がやっぱり今日本で、まあ、真っ二つに分かれてますけどね、もう原発山梨の意見と原発をできるだけなくした方がいいという意見と真っ二つに分かれてますが、皆さん原発の事件の後、私は京都にいますので東京に来ると真っ暗だったんですよ。地下鉄だとかビルとかみんな真っ暗で電気ほとんどみんななかったですよね。それでもね、みんな文句言わずにね、我慢してるんですよ。ああ私はこれを見て、ああ電気そんなになくても日本国民は我慢するあれを持ってるなというふうに思った次第なんですよ。でああ電力なくても地下鉄真っ暗でもみんな我慢しながら生活してるんだ、こういうのが日本人が抵抗しないであれば、そういう我慢の心理を日本人が今後も持っていくんであれば、電力は多少なくても生活はしていけるんじゃないかというような意識を持った次第でございます。だからそこの悲観論に陥らないようにするには、ほどほどのね 1% ぐらいの成長率だとどれぐらい頑張ればそれが達成できて、そしてその時のその我慢っていうのがね、さっき言ったようにもう全部食べるものも食べず飲むものも飲まずではなくて、こういう生活スタイルですよっていうのをなんかもっと具体的にこういろいろ提示で、できればカタログみたくね、こうなりますねみたいにね、できればいいと。その不安、いたずらなね不安感、その一旦転落しだすともう底辺に行っちゃうんじゃないかとか、はい、もう完全に占領されちゃうんじゃないかっていうのを払拭できるようにも思うんですけどね。私もそう思いますね。やっぱり政治の世界なり、官僚の世界がですね、今後の日本の社会経済の在り方、まあ大体 1% か 2% の私は成長率でいいと思ってるんであれば、電力はどれだけ必要であると、あるいは高齢者の不安を払拭するための年金なり医療なり介護の支出がこれだけ必要で、国民は一体これだけの負担が必要ですと、今消費税をどれだけ上げるかが大変な政治マターになってますけど、今私は論争を見てて一番の不満なのは、10% に消費税を上げて高齢者が一体どれだけの医療と介護と年金をもらえるかという、見通しを政治の世界示してないんですよ。それなら国民はなんか 10% の消費税取られても俺たちの将来の社会保障をどれだけ、安心できるかという信頼性がなければ国
国民は消費税のアップを反対する可能性は高いだなと思いますよ。それって 10% ぐらいにしてもね、結局焼け石に水みたいなんで、そんなこうビジョンを示せるぐらいのサービスができないからってことじゃないですか。そうでもない、うん、そこは非常に難しいですけどね、うん、私なんかは実は私消費税アップ論者でございまして、うん、国民にその年金、医療、介護の安心を与えるためには消費税率を 15% に、まで上げないといけないという計算を出してるんですよ。これだけの年金と医療と介護の安心を払うためには 15% の消費税率が必要であるというようなことを個人的には主張してるんですけどね、私なんかが主張するよりも政治の世界でですね、そういう見通しを出していただいたら、国民もそれに納得して、ああ消費税アップもやむを得ないなというふうになるんではないかなという淡い期待はしてますが、国民としてはトラレゾンになるんじゃないかっていうね、うん、そんなもん出したって結局それはこう何もね私たちに帰ってこないんじゃないかとか、安心につながらないって、ただこう日常の生活がどん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 苦しくなるばっかりじゃないかっていう、それはもう不信感っていうんですかね、それはもうしょうがない、うん、おっしゃる通りで、それはここにおられることと私たちはあんまり意見違わないと思うけど、国民全体がやっぱり政治に対する不信というのがあまりにも強すぎて、毎年毎年首相が変わるという非常に不幸な状態に陥ってて、もう政治家全員総入れ替えぐらいのことをやらんと日本の政治の世界ダメになる恐れがあるんではないかと危惧してるぐらいです、うん、まあ、でも総入れ替えして、ね、誰と入れ替えるかっていう、総入れ替える、ね、多分人材もないっていうようなところなのかもしれないですけど、ね、いやイギリスのことを言いますと、はい、イギリスはやっぱり一人の首相がやっぱり最低5年やってますよね。皆さんもサッチャーさんからブレアさんか、ごめんなさい、サッチャーの後がメジャーで、その後がブレアですか。で、ブラウン、ゴードン・ブラウン、今の、キャンベル。まあ、やっぱり5年ぐらい、最低5年やらないと、やっぱり政治でこれさっていうことはできないと思うんですよね。ところが、不幸なことに日本の政治の体たらくは1年1年首相が変わるし、まあ何人首相が出てきたんですかね、戦後順番で鳩山さんのことで、鳩山前首相とかね、もうそれぐらい言わないとダメで、この中で日本の戦後の首相は順番通り言える人が、名前言える人がいたら、これはもう天才ですよね。それもう無理です。私外国人でありながらイギリスの首相の順番ぐらい言えますが、うん、そういう意味で非常にもう一つちょっとイギリスに関して思い出したことを逸話として言わせていただきますが、イギリスの経済が非常にダメな時期がございましたね。サッチャーさんが出てきてイギリスの経済立ち直りましたよね、うん、でちょうど私頃イギリスにいまして、もうイギリスの経済ガタガタで、でその時にちょうど私は先ほど東京に来て、みんな真っ黒でも文句言わずに生活してるっていうのを実感をイギリスで30年か20年前に経験したんですよ。イギリスはね、まあ、経済もある時は鉄道はもう止まりなんですよ。もう経済ダメやからね。で地下鉄もよく止まるんですよ。イギリスのチューブという地下鉄よく止まりましてね。で私が乗ってた地下鉄が真っ暗で停電になって止まったんですよ。もう隣の人の顔もわからんぐらい真っ黒になったんだけど、みんなじーっと我慢してね待ってるんですよ。1時間停電したんですよ。ああこれね、日本だったら地下鉄のあれ出てこいとか言ってね、みんなわめくだろうなと思ったんですよ。ところがイギリス人はもう日本のイギリスの経済はもう今ダメだから停電したって当たり前だと、ここは我慢しようという国民性をイギリス人は持っているなと私は痛感したんですよ、ちょうどイギリスの経済がダメな時に。で
そのことが頭にあるものだから、先ほど言ったように京都から東京に出てきて 3.115 地下鉄真っ暗でも、あの東京都民文句言わずにみんな歩いてるなっていうのを見てね、あ、日本人も多少は我慢する国民になっているなっていうのを痛感した逸話がございます。そうですね、うん、でもその、我慢をね、いつまでするかっていうかね、そのあるところまでならできるけど、これ目じゃ永遠に我慢せよみたいに言われたら多分ね、みんなも多分できなくなっちゃうかもしれない。いや、おっしゃる通り。だからまあ、1% か 2% の成長率、ネガティブはやめましょうと。負の成長率は生活水準が落ちるっていうことですから、やめましょうと。もう 1-2% の成長率でほどほどで、日本人はそこで十分ではないか、幸福になるんじゃないかっていうのが私の主張でございます。でも逆に言えばね、 1% だって成長することは可能なんですか？うん、グッドクエスチョンです。あのね、皆さん経済学勉強された方であれば、経済成長率っていうのは何で決まるか覚えておられますか？3つの要因があるんですよ。一つは労働力が成長しないか、ね、もう一つは資本が成長しないか、資本っていうのはお金ですよね。三つ目は技術進歩なんですよ。一人労働者あたりの技術進歩、この三つが成長しないと経済成長は達成しないけど、労働力はもう皆さんご存知のように50年後日本の人口は8000万人になるんですよ。日本人が労働力が不足するっていうことを日本人が選択してるんですよ。もう日本人が労働力の不足を選択して、自らがもう経済成長率を放棄してるんだという解釈も可能なんですよ。労働力不足っていうのはもう明らかでしょ。もう少子高齢化で労働力不足今後出てくるじゃないですか。経済成長率ありえないです。一つの手段は移民を入れるということで経済成長率を保つという案がありますが、これは日本国民が決めることです。で、あとお金はまだまだございますので、そう心配はいらない。あとは技術進歩、国民の一人当たりの生産性が高くなるというのが期待されるわけなんですが、これはもう教育を徹底的にやって日本人の労働力の資質を高めるということでしか達成できないというふうに私は見ています。だからあえて言えば、日本人は今の段階では高度成長をもう自らの選択で諦めてるんだということを皆さんに認識していただきたいということです。だけど分かります。だからその、資本がね、急にバーンと増えるってことはありえないかもしれないから、はい、3のいわゆる技術進歩っていうところを頑張れば、その1の不足を補って、はい、1%、2% の成長も現実的じゃないか、はいはい、まあそれが最後の希望ですね。技術進歩に期待するしかないということは言えますね。だから技術進歩に至るまた設備投資も必要だし、研究投資も必要だし、いろんな形でやっぱり日本国民の資質を高めるという作戦をやっぱり今後考えないといけないというわけですよね。でも現実的には、でもそれがこう想像すかどうかわからないわけで、もしかしたらその 1-2% の成長でいいじゃないかと言ってるけど、それさえもう難しくなる可能性も現実的にあるわけですね。だから技術進歩がもし達成できないとか、お金がだんだんなくなるとかいうことが続けば、それこそマイナス成長率になる恐れがあるけど、繰り返しますが、マイナス成長率はぜひとも避けたいと。どうなんですか、マイナスになっちゃったりしたら。それは生活水準が落ちるということです。おまんまの食べる量が減るし、ケーキを食べる量も減るというのが生活水準が落ちるということです。でももしかしたらね、さっきの幸福の話で言えば、もしかしたらその、特に震災後っていうのもあるかもしれませんけども、本当に大事なのはやっぱりその家族で、割とみんなで、健康に暮らすことだよねっていうような、ぐらい価値観がこう随分変わった人もいると思うんですけども、そのおまんまが全く食い上げても困るけども、これまでものすごいすでにね、そうもできない人もたくさんもう
出てきてるかもしれないけど、そんなにあのなんだろう、美味しいものばっかり食べなくても、まあ、これぐらいに落としてもいいんじゃないかとか、あのそのこれ便利さみたいなものも少しその維持できなくてもね、むしろこうさっきの我慢じゃないけども、まあ、もう少しこう控えめに抑えてもいいんじゃないかっていう人も、まあ、特にまあ若い世代なんかだと、まあ、それはもう望んでやってるわけじゃないかもしれませんけども、例えば車自家用車を持たないとかね、なんかそういうふうにこう随分私たちの若い時よりもむしろある意味でその生活の豊かさみたいなものを控えめにしてる人たちも出てきてますよね。うん、そういう人が日本人の大多数になれば、うん、もうあの経済成長率ゼロ、そういうのを我々は定常状態っていうんですよね。あの進歩もしないけど逮捕もしない、経済学者でジョン・スチュアート・ミルっていうイギリスの有名な経済学者がいて、彼は定常状態がもう至福の状態であるというようなことを言った人もいましてね、私も国民がそれに納得するんであればもう定常状態でいいと、成長もしないけど逮捕もしない、あもういうような状態になるというのに国民の合意があれば私はそれでもいいと思いますが、やっぱりね、少なからず人がやっぱりもっと豊かになりたいと、まあカローラじゃなくてレクサスが欲しいとかですね、あるいはベンツが欲しいとかいう人もやっぱりいるんですよ、世の中にはね、うん、全員がさあカローラで、いいっていう風になればもうステーショナリーステートでいいんじゃないでしょうかね。だからそれはでもそこででも必ず、そのレクサスにしようとかベンツにしようっていう人が何人かでも出てきてしまったら、もうその定常状態でいいっていうのは成り立たなくなっちゃうんですけど、もうみんなこうそれでいいやっていう。いや、まあそれは全員そうなるって言ったらこれはまたファシズムやからね、自由は欲しいけどそういう豊かを目指す人も多少はいてもいいけど、大多数の人がもう、あのカローラでいいとかですね、あるいはまあ食後のデザートももうちっちゃな一つでいいとかいうふうに思う人が大多数になったら日本はいい国になるんじゃないでしょうかというのが私の意見です。まあでもその消費税がどんどん上がってしまって、まあ、いわゆる北欧型になっていくと、まあでも勢いそのもう自分だけお金貯め込んでね、ものすごく高い買い物するってこともできづらくなっていきますよね。まあそういう人はあのそういうことを言うとですね、まあ例えば豊かな人から税金をたくさん取ってその貧乏な人にトランスファーすればいいんじゃないかという意見もあるけど、必ず出てくる意見は今のこのグローバル化の時代でそういう豊かで、いい生活をしたい人は日本国内で税金たくさん取られるんだったら国外に逃げますよという脅しを来るんですよ。シンガポールに行くとかですね、香港に行って日本でたくさん税金取られるのは嫌だという人がやっぱり出てくるという問題はございますよね。それに対する回答は出てく人は出てけばいいという意見とそうでない意見といろいろございますよね。あとそのグローバル社会の中でね、よく言われる日本の、まあそうなると日本の若者をただでさえ消極的でね、なのに控えめなのに、まあ今逆にアジアとかそういう国の人たちが非常にこうやる気があったり競争意識が強い若者とかと同じステージで勝負しなきゃいけないのに、それがこう日本の若い人たちにそういうインセンティブを与えられないでほどほどでいいよなんて言ってるとね、あっという間にやっぱ負けてしまうんじゃないかとか、ね、まあそういう意見は結構強いですよね、そういう意見の方が日本は今まだ多数派ではないかなっていう気ますね、私のような意見はまだ少数派のようもうほどほどでいいんじゃないかという意見は後で皆さんのご意見ぜひとも聞きたいですけどね、まだそのどんどんやらんといかんのやないか、中国にまだっていうことはいつかはみんな懲りて、もうこっちをよかったやっぱり立花さんの言うとりみたいになるんじゃないかっていう予測のもとの説です。そうなってほしいですけどね。ですかこれなんかこう手痛い目にあって、ね、いやそれはまあそこまでは言いませんけどまあ私の個人的な意見はほとんどでいいんじゃないかと思うんだけど、まだ繰り返しますが主流派はやっぱりもっとどんどんイケイケどんどんで、中国に負けたらあかんのとちゃうかいう意見が多数派だと思いますね。
だから私もなんかそれはね、本当に精神科の診察室にいると、そのさっきから言ってるように競争社会、弱肉強食みたくなるね、成果主義の導入以来、やっぱり明らかにそこの中でね、いろんな過労によるうつ病とか、まあ、自殺まで至る方とかっていう、まあ、そこの被害、そこでやる気が、まあ、そこでやれば認められるんだって言ってどんどん頑張ってる人たちもいるかもしれないけど、まあ、そういう人はあんまり診察室に来ないからかもしれないけどまあそこで傷ついたり、そこで病を得たり、あるいはそこでもう蹴落とされてしまって、もう本当に起死回生できなくなるっていうね、そういう風になってしまってる人たちを多く見るもんですから、まあ、そういう社会は、まあ、一部の人たちを幸せにしても決してその全体としてはね幸せにならず、でその病気になったりとか、そこでこう蹴落とされる人が増えれば増えるほど、やっぱ全体、社会全体としても疲弊してしまって、それは活力がやっぱり最終的にはなくなって、どっかでこうね、機会が止まってしまうようなことになるから、それ本当にいいことないっていうふうに、素朴に思うんですけども、なかなか本当にそれが、こう、うまく、説得力ある形で伝えられないっていうね。で、まあ、去年震災起きて、まあ、先ほどからね話が出てるように、やっぱり大切なのは物じゃなかったよね、人の結び付きだよねとか、家族が揃ってることが何よりだよねとか、まあ、命あってのものだねとか、例えばですけどね、あるいはその原発事故を受けてこうやってもっともっとって言ったのがこんな結果を招いて、そこはちょっとこう考え直さなきゃいけないねっていうのが、こう非常に社会の多数派になるんじゃないかっていうね、まあ気もしたんですけど、それはなかなかそうならないですね。やっぱりならない、まだまだならないと思う。まだない、これでもならないね。いや、わかりません、皆さんの弟子とも後でもうそろそろ質疑応答の弟子とも。どうなればなるんですか、これでも。いや、これ別に大震災が起きたからそう急に変わるかっていうか、大震災は一つの契機かもしれないけど、まあ日本人が改めて何が幸せでかということを、少なくともアンケートではそう答えてるんだから、そういうふうに願望の気持ちはポテンシャルに持ってると思うんですよね。だからもうしばらくしたら中国に負けていいやないかと、韓国にも負けてもいいやないかっていう人が多数派になる可能性は秘めてるとは思いますが、じゃあ、ちょっとすいません、私たちばっかりしゃべってもらえたんで、あと、まあ、20分ぐらいあるんで、皆さんたちの中で、はいはい、どうぞ。どうも、ためなら話ありがとうございました。僕の仮説なんですけれども、ほどほどの本質なんですが、まあ、一種 のマインドコントロールみたいなもんじゃないかなっていうふうに思ってまして、その理由がいくつかありまして、まず動画でアリとキリギリスとか読まされて、あ、キリギリスになりたくないなって幼少の頃すごい恐怖感に植え付けられたような気もしますし、あともう一つ受験勉強、受験戦争っていうのがすごい競争心を煽ってモラルを低下させてるのではないかというふうに思ってまして、うん、僕は運がよくその受験勉強一切してなくて、そのまま就職できちゃったんですけれども、まあ、実は海外に住んでて、まあ、帰国子女枠っていうすごい裏技なんですけれども、うん、まあ、それで温度差をすごい感じて、他の人と比べて自分の性格がすごいのんきな感じがしまして、多分受験戦争をうまく避けれたからかと思ってまして、うん、で今中国でもその受験戦争が激化してモラルが低下している原因はそれではないかっていうふうにも言われてるんで、その加山先生がその診察で訪れる方って大体真面目な方が多いと思いますし、それでもう疲れちゃってるっていう感じで来られてると思うんですけど、その自分がなんか過剰に頑張らなきゃいけないっていうものを、その変える価値観を変えるなんかうまいなんかワークとかあればと、瞑想とか散歩とかなんかあるんですけど、お答えありますか。よろしくお願いします。はい、でもね、今のんきっとおっしゃったけど、こうやってこういち早く質問されたりして全然のんきで、ちゃんとこう言うべきことは言うっていうスキルが身についててね、すごい素晴らしいことだと思いますよね。そうなればね、いいのに。
で、まあ、だからね、そのね、そのマインドコントロールを解くじゃないですけどね、そこでなんかその、まあ、診察室に来る方はね、あの多分そういう受験とか仕事とかでいろいろ失敗とか挫折とかをして、まあ、結婚とか恋愛でもいいんですけど、やっぱりこうなんか人生一回勝負みたい、日本勝負みたいと思っていて、その一回レールから外れてしまうと、もう絶対こうね、もう自分は立ち直れないとか、あるいはその立ち直るためにはまたレールに、その同じレールに戻んなきゃいけないっていうね、あの気持ちがすごく強いですよね。でよくこれはあの自殺対策のことをやってるね、あのライフリンクっていう NPO 法人 の、 あの清水さんっていう人が、やっぱり今必要なのは人生の伏線化っていう、一個のレールでダメでももう一個レールがあってね、あの別のところでまたちゃんとね、それなりにこうあの生きていけるっていうような社会にしなきゃいけないってことをよくおっしゃってて、その通りだと思うんですけど、でも診察室ではもうそんな、でもあのそれをあの短い時間でやることは不可能で、やっぱりでも皆さん その、まあ、そこであの挫折して、まあ、退職をするとか長期間休職をして、もう出世街道みたいのから外れても、まあ、これはすごく理想的なあの、まあ、治療の経過をたどるとですね、まあ、皆さん休んで回復してきた暁には、まあ、あの多くの方がねやっぱおっしゃるんですよ。それはこの、まあ、半年間私仕事を休んでしまったけど、これはすごく私にとって必要な時間だったとかね、あるいはこの期間に家族 の、 あの大切さを見直すことができたとか、あるいは、まあ、これまで本当に人をねとあの生き馬の目を抜くようなことをやってきたけども、まあ、 あのそれ以外のいろんなね、まあ、この、 あの休職した期間に、まあ、 あのまあ、綺麗事のような言い方だけども、外を出てその自然の移り変わりとか四季の移り変わりみたいなものにを気づく時間が得られてね、まあ、それはとても良かったっていう、すごく病気になって退職したこととか、あのその休職したことをね、あのポジティブに振り返るっていうことが実はすごく多いんですよね、やっぱり。それは負け惜しみとかではなくて、でそうなれば、もちろんそうできない人もいるん で、 あので、私たちは一番なんかあのそれは残念っていうかね、ジレンマを感じるのは、そういうふうにうつ病のなんか企業でね、あの激務でうつ病になった人を回復させてまたその激務に戻すみたいなことをするというのは、非常に私たちとしてもね、あのやりながらなんか矛盾を感じてしまうんですけども、そうじゃない別の価値をね、あの生み出したりとかすると、すごくそれはあのその人は、まあ、そうやってね、あのこの効率を求めたりすることだけがあの幸せじゃないって、先ほど立花さんがおっしゃった本当の自分にとって幸せが何だったのかってことをあの気づくことが、まあ、多いんですよ、意外にね。まあ、ただそれはその後は手を離れてしまってね、もうじゃあこれで今日治療を終了しましょうねとかってこともあるんで、わかんないですけどね、また来次の年にはね、そうなってしまう、また元 の、 あの競争社会に戻っているのかもしれないですけどもね。そういう意味では、まあ、別の経験をして、あ、これでもいいんだなとか、あ、こういうの悪くないなとか、あ、こういう方が合ってるなとかっていうのも経験するしかなかなかね、いいですね。もう一言だけね、今あなたが最初に言われた動画で、我々小学校の子アリとキリギリスの話言われたでしょう。これね、私はアリとキリギリスを構成してですね、アリギリスの生き方とこういう言葉を使ってましてね、両方のいいところを取ろうと、アリの生き方も大事やけど、キリギリスの生き方も嫌ないかと、アリギリスという言葉を使って、あのどっかの本に書いたことがあると思い出しましたので、一言だけ。はい、他の方いかがでしょうか。はい、あ、じゃあちょっとその方が先で、次、はい、白いタのジャケット、白いそのパーカーの方から、はい、ありがとうございました。質問を一点お願いしたいんですけども、先ほどそのほどほどにっていうところで、まあ、目指すべきというか、一つの形として北欧の国があるということで、ただ反論としては規模が違いすぎるという話があったんですけども、産業の面ではどうなのか、規模もあると思うんですけど、北欧の国がどういう産業で社会が成り立って、それを、うん、先ほどのアンケートで生きがいを持てる仕事があると幸せを感じるというところで、このじゃあどういう日本の産業を作って、一人一人がその生きがいを持てる仕事を作っていければいけるとお考えなのか、
北欧は何で経済が強いかいうとね、やっぱり小さな国のメリットは確かにあるんですよ。その国その国にやっぱり強い産業があるんですよね。例えばフィンランドは皆さんご存知のノキア、もう全世界的な企業ですよね。スウェーデンであればボルボ、今まではボルボだったけど中国に買収されちゃいましたけどね。あと木工製品だとか鉄鋼とか、デンマークであれば酪農製品とかですね。やっぱりそれの割合単品に近い、非常に世界で最上の生産力を誇っているやっぱり産業があるんですよね。そういうのがあるからやっぱり経済強いし、国民の勤労意欲もあるし、というわけで福祉も充実できるというメリットがあって、先ほど北欧は小さいからできるんだというのは多少当たってるんですよね。となると私がじゃあそういう質問に対する回答の一つは、じゃあ日本が大きすぎるんだったら日本同州制にしたらどうかと、地域を8つか9つに分けてですね、一つの道とか州を北欧並みのちっちゃな国にして、その地域でものすごい強い産業を作れば、北欧並みに強い産業で経済も強いし分配もうまくいくという制度が持てるんじゃないかというのを準備していますが、あなたのご意見はどうでしょうか。それは無理だと思いますか。すみません、わかりません。わかりませんか。あとはそうですね、でもなんていうかな、私も北欧のことすごく知ってるわけじゃないですけども、北欧って女性の就業率も非常に高いですよね、はい、日本のようにその出産育児でこう休んで、またそれからパートみたいなで女性がこうね、また復職するといわゆる M 字カーブみたいなと全く違う、はい、女性がすごく働き続けて、まあ、結構出産率も高かったりっていうね、もう日本と違うと思うんですけども、ただ非常に私も北欧に、まあ、行って感じ、そんなにすごく長く長期間滞在したことはないんですけどもね、女性が非常にこう、まあ、保育園とかも充実してるし、例えば食事の支度っていうのはほとんど、まあ、私がいた時にその学会に行ったりしているのは話しない。朝はもうパンとチーズだけ、火を使わない家でね。で昼、その代わり給食がものすごく充実していて、大学の食堂とか保育園とかでほとんど一日の栄養がそこで取るみたいなことをその時その人たちが言っていて、夜もまたねものすごい簡素な食事でパンとなんかちょっとチンしてね芋を食べるみたいな、まあ、日曜日ぐらいはちょっと手作りのものを食べるっていう、女性が家でその食事の支度っていうのを平日はほとんどしなくてもいいような状況になってるみたいだったんです、その話聞いた時ね。ただ非常に日本はその辺で、例えばその何て言うんですかね、そのやっぱり母の手作りのものを食べさせないと子供がぐれるとかなんとかね、そういうこう母の役割みたいな、子育ては母の手でみたいな、まあ、そういったこう文化的な価値観っていうんですかね、それも非常に根強いものがありますよね。でそういうものもこう変えて、まあ、女性が、まあ、家でねそういったこう家事の負担が削減されてこう社会に参画して働けるようにするためには、そういう日本にずっと、まあ、これもね実はずっと江戸時代とかからあるわけじゃなくて、なんか明治以降のなんか国策でそういうなんか母性愛みたいなことをね非常に強調したとか言われてますけども、まあ、それはともかくそういったこう母とはこうあるべきとかね、子育てとはやはり実際のお母さんの手でみたいな、そういったなんか変なってのもですけど、なんか思い込みみたいなものをまたちょっと変えるとかですね、すごくいろいろやんなきゃいけないことが北欧型にするためには、経済とかそういう産業だけじゃなくて、価値観っていうんですかね、おっしゃる通りですね。北欧は私はだいぶ調べたんですが、もう男女と もうほとんど働いてますよね。で働かざる者食うべからずのやっぱり論理が結構強いですよ。だから例えば日本で生活保護をどういう人がもらってるかっていうと、なんか怠惰でね何もしない人がもらってるという批判結構強いじゃないですか。ところが北欧ではやっぱりそういう人も多少はいるけど、やっぱりみんな働いて、それなりに働いて、そしてまあ失業した時はちゃんとセーフティーネットで失業保険は充実してましょうと。だから男女とも働いて、その代わり
なんか不幸、あの病気になった時とか、かゆい妖怪になった時は社会で支援しましょうと。支援をするためには財源が必要であると。財源が必要であるから消費税も 20% を超すような消費税率にならざるを得ないわけですよ。国民にそういうやっぱり合意があるから、みんな働いて、そして経済を強くして、その代わり繰り返しになるけど、何か不幸の起きた時はみんなで拠出し合った税金と社会保険料で助け合いましょうと。その代わり生意気してるやつはもう排除されるというような雰囲気が結構強いですよ。そういう社会に日本がなれるかどうかちょっと私にはまだ分かりません。生活保護をもらう人に対する飾り当たりはものすごい強いですよね、やっぱりね、日本の社会っていうのは。はい、はい、じゃあその、黒いジャケットの方。はい、すみません、ちょっとお聞きしたいんですけども、その技術進歩に関してなんですけども、例えば立花先生の中でなんか具体的に何か今後のイメージとかありますか。例えば先ほどこの池袋だとビッグカメラで、例えばテレビがちょっと考えられないぐらいに価格が下がってきた。ああ、今ね、はい、ね、でもはっきり言えばパナソニックやソニーによって技術進歩を毎年やっているにもかかわらず、どん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 価格が下がって、どん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 、例えばパナソニックはちょっと考えられないぐらい価格が下がっているんですけども、それはある意味で技術進歩の中でという枠組みの中で何か変な宗教にかかっちゃっているから、だから技術進歩をどのようにどうやって変えていくか、どうやって消費者が求めているものをしていくかということが重要なんじゃないかと思うんですけど、あのね、日本は今雇用者製造業ナンバーワンでないっていうのはご存知ですか。もうサービス産業が日本の雇用の一番重要な産業なんですよ。だから技術進歩ということを考えた場合はみんな製造業を念頭に置くんですが、サービス業における技術進歩ものすごい大事なんですよ。サービス業っていうのは例えば金融とかね、あるいは商社とか保険とか医療とか介護とか教育とか、そういう分野で日本人は今食べてますので、製造業がそういうまあ技術進歩していい製品作っても競争で値が下がってくるという事情が起きているんであれば、もう製造業で食べていくっていうのはもうそれこそほどほどにして、サービス業の生産性を上げるということに徹すればいいんじゃないかというのが私の意見です。まだサービス業は日本は不幸にして外国に比べて生産性低いんですよ。まあこれはレバーインテンシブですからね、人員をたくさん使うという特徴があるから、なかなか生産性を上げるっていうのは難しいですけど、でもご存知のようにイギリスはビッグバンという金融の世界でものすごく金融に投資して、イギリスの製造業はもうダメだったのを、なんで生きていくかっていうのは彼らは金融で生きていくというふうに決断して、もうものすごく金融でしとく食べていくじゃないですか。だから日本で食べていくには私はもう製造業ではなくて、 何で生きていくかっていうのは、それは今後日本の社会において真剣に考えないかん話なんだけど、繰り返しますが、サービス業で食っていくと。でサービス業で生産性を上げるための手段というのは何であるかというようなことを考えるのが先だという気がしてます。じゃあちょっとこの方とこの方、じゃあどうぞ、お先にどうぞ、はい、すいません、この本、教長の本をさっきパラパラっと見たとき出てきたんですが、非常に今ビジネスの論理が隅々にまで押し寄せていて、ただ私も端的企業の技術者エンジニアです。ですのでついさっきまでビジネス仕事してた人間なんですけども非常にそれに対抗するのがですね難しくて、特にこうやってそれ日本人のその先ほど立花先生のアンケートにも出てたように、仕事が非常に日本人、私もまあそうなんですけども価値が強いと、
でその言ってみれば、まあ、ちょっと言葉は悪いですけど仕事教のような部分とそれからそのビジネスの強いいわゆる合理的なですねそのアメリカ発の非常にビジネス上の効率化するというのが結びついて、で特に日本だと私はまだ言ってる方言える方だと思ってるんですけど、それでも俺は俺で違うんだ、俺には俺の道があるんだってすごく言いにくいんですよね。で行動も取りにくいので、何かそれにこうそれともう一つビジネス以外の価値が積極的に見つけられればと思うんですけど、何か難しいとは思うんですが、何かヒントとかご意見とか何かコメントで。そうですね、いやまさにおっしゃる通りで、まあ、私はその市場主義というのが経済の世界を超えて本当にこう私たちのいろんなこう津々浦々までに浸透しすぎているっていうのが一番こういろんなところで問題だと思いますね。例えば、まあ、今ね皆さんがこうやっているツイッターとかねミクシーとか SNS の世界でもまあ、いろんなこうその入門書みたいなのを見るとこうフォロワーを増やすためにどうすればいいかみたいな話がいろいろ出てますよね。つまりフォロワーを増やすのは善なんだっていうもうね、でそういうこう前提のもとにやってるって、まあ別にあれはそんなまあ親しい仲間同士で気軽にやり取りするためとかねそういう目的に使ってる人もいるだろうに、とにかく増やすことが意義があるんだって。でしかもこう、まあ、自分でブログとか解説してもどれぐらいの人がアクセスしているかとか、あるいはそれぐらい勝手にそれがランキングされてしまって、あなたの今のブログはなんかわからない、例えば何十代女性主婦の中での、今5232番目ですとかね見たくもないのにランクが出てきちゃったりするわけですよ。そうするとやっぱり少しでも上に上げなきゃいけないみたいな風に火がついてしまい、まあ、それはまさに先ほどのおっしゃった受験とかもしかしたらその仕事教とかそういったこうなんかつつらら私たちの中にこう深く染み込んだそういう風にとにかく上に行かなきゃみたいな戦績を上げなきゃみたいなね真面目なところなのかもしれないですけど、そこに火がついて、でそうするともう最初の初期の目的は失って人目を引くような面白おかしいことをつい書いてしまったりとかねすると、でそこで最近学生もこれね本当みんなそういうのに陥っていわゆるこう何ていうんですかね、まあこの間ダイヤモンドでしたか週刊 SNS 疲れみたいなね特集が組まれてますけど、まさに本当にそういうまあ、状態になってしまってね、もう振り回されてそのランクを上げるとかフォロワーを増やすとかいうのに、で全く最初の楽しくみんなでやり取りするっていうともう本末転倒になっちゃうっていうね、まあ、そういうふうにこう可視化される、しかも自分のそのランキングとか今の状態っていうのが仕組みがどんどんできてきているというね、まあ、それもある種の市場主義的な、とにかく売れるもんはいいもんだとかね、でまあ、出版なんかもそうですよね、まあ、こうもちろん順当とか来るといろんな本があってまだとかこんないい本もたくさんあるんだなと思うけど、でも出版社もどんどん、まあ、ベストセラーをいかに出すか、それはこうとにかく分かりやすい、ね、タイトルがもうキャッチーで人目を引く、ね、それがもう全くその内容とかあるいはそれがこう正しいものかというよりはとにかく人目を引くっていうねことがほとんど全てなんだっていうふうにだんだんなりつつある。で私たちそれは非常に弱い、そこで例えば私たちのこの本もね、もうついでも私たちもほどほどとか言いながら出版社の人にどれぐらい売れてますかとかね聞いてしまうんですよね。で本を出したからにはねやっぱじゃあね売れなくていいのかとか言われると、いやそれ売れるとしたことはないけどとか言っちゃうわけですよ。でそこでいや私どもはいいんです売れなくてとかね売れるのは恥ですよとかねむしろねそういった でもねその昔はっていつの昔か分かんないけども、なんかあんまりこう売れすぎるのは恥ずかしいとかね、あるいはその特に、まあ、学者とかの世界ではあんまりそんなねむしろね受けすぎるのは恥ずかしくて、まあ、私のこと言いたいことは本当に一部の良質の本当に聞きたい人に伝わればいいんだみたいな字とか、あるいはその何でしょうかね、まあ、これもいつの時代かって言われるかもしれないけど、なんか金儲けそのものが恥ずかしいものだみたいな、なんかそういう こう教師みたいな、まあ、これこういうこと言うとなんか私がすごくまた愛国主義者みたいな感じになっちゃうんですけど、あったと思うんですけど、まあ、いつかねいろいろ逮捕された
こう村上さんという人がね、金を儲けるのはそんなに悪いことですかって言われ逮捕されていって、でみんなそれに対してそうですよ悪いことですよって言えない、それはお金儲けるのはいいことですよねとかね、ないよりはあるに越したことがないってこうつい言ってしまうっていうね、そこに、まあ、ある種つけ込まれてるんですかね、なんていうか、とにかくこう植えることはいいことで、まあ、学校でも進学校でいい大学に何人入れるかっていうのが全ての価値だみたいに本当に単純化されて、もう物差しが1個しかない、その市場主義的な売れるものはいいもの、成績が多い方がいいことっていうね、そこがやっぱりこう私は本当に今の社会の最大の問題で、そこでそのさっき伏線化って言いましたけど、で物差しをたくさん用意するね、っていうことをどうすればそれがどういうふうになるのかっていうことが私なんかは自分の最大の課題っていうかな、なんか。いや、もう私はございません、別の他の人の意見。あ、そうですか、はあ、聞きすいません、はい、じゃあ、もう一人手上げ、はい、あ、待って、ちょっとこの方だけ、はい、はい、すいません、豊島区から来ました山口と言います。ほどほどに豊かな社会というところの話で大変共感を持ってさせていただきました。で今ちょっと加山先生からあった話とも重なるんですけども、ほどほどに豊かな社会というところよくわかるんですけども、もう一方で例えば昨年ですね、なでしこジャパンとかが世界で大活躍され、そういうのの活動を見てますと、あ、日本も負けてたらダメだと、頑張れ頑張れと、でその影響で翌日ぐらいは私もいつもより出勤を30分ぐらい早くして仕事頑張ったりもしたんですけども、そういうなんていうんですかね、ほどほどっていうところと、頑張らなあかん頑張れ頑張れっていうのがこう時と場合によってこうぐる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 循環してるんですけども、どちらかに決めなくちゃいけないものなんでしょうかっていうのが質問です。私が答えていいですか。それはスポーツ、すなわち趣味とも割り切ればいいんですよ。私は余暇を非常に大事にするということを主張してましてね、働きすぎるなと、余暇を楽しみましょうと。余暇を楽しむということはサッカーでなでしこジャパンを見る、私も昨日ちゃんと日本とマレーシアのサッカーも見ました。勝って嬉しいですよ。それ何も経済強くなるとは無関係じゃないですか。だからもう経済はもうそうほどほどにして、趣味で楽しめっていうのに徹すれば人生ハッピーじゃないですかと割り切ったらどうでしょうか。あとはその私その一貫性がないっていうのもすごくほどほどっていうかね、いいと思いますよ。だからその頑張ってみたりね、またちょっとまあ少しそれがくじけてみたりっていうね。でもなんかそのそれもまたね、なんかこう計画 PDCA サイクルじゃないけども、一回目標を持ったらそれに向けてねプランをして Do でチェックしてまたアクティブみたいな、なんかそういうこう一直線にやり続けなきゃいけないみたいなね、そんな風にこう人生観って大げさですけども、やる気があったりなかったりね、それは当たり前ですよね。体の調子がいい時もあれば悪い時もあるし、ね、すごくこうテンション高い時もあればね、なんか沈んでる時もある。でも今それが本当に許されなくて、ちょっとでもテンションが下がると、まあ、それは精神科医としては商売繁盛でありがたいんだけど、すぐうつ病だとか言ってね、来るんですよ、やっぱ診察室に。よく聞くと、日曜日の夜になるとどうしてました、仕事に行きたくないとかって、そう、みんなそうじゃんっていうかね、あるいはね、親が死んで悲しいんですとかって、そりゃそうですよって、そんなそれすぐトラウマだとかね、うつ病だとかって治療する必要もないじゃないですか。で人生そんなね、何年か人生の中で調子悪い時もあり、でまあそれもまたなんかすごいこういうことは本当なんか日本趣味みたいな、本当も自分の趣味とは合わないんだけど、なんかそれを日本では例えばね、従来だったらそれあんた役年だったんじゃないのみたいなね、でそれ前役だとか後役だとかこう、なんかそうするとすごく長期間役っていうのがこう続いたりして、だからそういう意味で説明したりとか、まあお天気のせいじゃないとかね、そういうふうになんかこうなんか明晰されるっていうのを、自分のせい、あなたの努力が足りないんじゃなくて、それは役っていう、なんか星の巡り合わせなんだよとか、お天気とかっていうもののせいだよみたいにね、こう自分の責任を逃れるっていうような術もいろいろ持ってたように思うんですけども、なんか今はそういうふうにテンションが、昨日は30分早く来たのに今日はまたね5分遅刻するとは、それはあんたのなんかやる気がないからだみたいに、全部自己責任のようにこう言われてしまうってこと自体が、私すごく問題があるんで、それはいろいろ浮き沈みとかね、やる気があったりなかったりとか、
その方がよっぽど私は健全なことだと思います、個人的に。はい、ありがとうございました。まだ時間大丈夫、最初からあげてください。ごめんなさい、すいません、全然いいです。どうぞ、失礼しました。はい、じゃあそちらに、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。すいません、はい、失礼しました。はい、今日はありがとうございました。経済学に全く、興味がないというわけではないんですけど、今日すごいお話を聞いてハッとされたのですが、成果主義の導入ということで、起死回生できない人々が発生して、現在は労働力の減少にはつながっているのではないかと思ったんですね。それでですね、ちょっと最近の悩みな、個人的な悩みで申し訳ないんですけども、成果主義ということでですね、働いていると、会社の方からこうやってこう業績に対してどこまで達成感があったとか、そういったことを報告しないといけないのですが、効率化を個人的にもう極限まで進めて安定的に稼働させているところを評価させたいと思っているんですけども、それを説得させるにはどういうふうにしたり、効率化をもう完全に進め、業務の中、お仕事の中で全部進めたんですけども、それに対して安定的に業務を効率化させたことを安定的に稼働しているということを説得するには何かいい方法はないのかという。それを評価されてないってことですか、その安定効率化したことも。それはなんだろう、会社が求めるのは、はい、成長率で言ったら 4% とか 10% を求めているけれども、成長率 0% を10年間続けたということを評価されるには、でも安定的に働けたっていうことは素晴らしいじゃないですかね。この素晴らしいというところを報告しないといけないっていうところが、効率化したんだったら会社としてはさらにもっともっとこうその効率化を生かして業績を上げようって言われるってことですか。そうですね。なるほど。でもその、会社でも多分ね、そこでがむしゃらにやってパタッと倒れて辞めるとかね、方も少なくないと思うんで、その中でそうやってこう継続は力なりじゃないですけども、安定的に労働力、何か生産性をこう供給できてるっていうことのアピールをされたらいいと思うんですけどね。ダメなんですか、それが。それがその評価の範囲内に入ってない。入ってないんだ。それはでも、もうすごく問題ですよね。その評価システムがおかしいですよね。その問題なんですけど、経済学的に言うと、そこは問題にされていないのかしらと思ったんです。どうですか、安定するっていう、こう成果主義か年功主義かということでお答え したいんですけどね。富士通っていう会社があるんですよ。で、富士通は十数年、富士通の方おられるかもしれないけど、富士通は成果主義にしないかんと、もうとにかくみんな頑張るやつにものすごい高い賃金を上げて昇進を早くするっていう制度にしないと会社他社と競争できないっていう制度を入れたんですが、富士通は失敗したんですよ。それをやるとみんなが目立つ仕事をやりたがる。で、みんなが業績の上がる仕事をやりたがる社員ばっか増えてきて、会社の仕事っていろいろあるじゃないですか。みんなやりたく、誰もやりたくない仕事もあるし、やっても成果の出ない職場もあるわけですよ。それ富士通は気がつきましてね、これ成果主義をとことんやるとみんながそんな仕事をやりだすと富士通はダメになるということを気づいて成果主義をやめたんですよ。そういうようなことで代表的な例として成果主義もほどほどにしないと全員の社員がついてこないということを富士通は認識してですね、成果主義をやめたという歴史的な経緯がございましてね。だから全員が成果主義に走るとそれこそもうみんなギスギスして
むしろ会社は生産性落ちるんじゃないですかね、というのが私の意見です。あちらで。ちょっと大丈夫ですか、まだ時間だ。じゃあ最後で、もう一人です。じゃあ2人、2人で、はいはい、2人で、はい、じゃあ先に、はい、じゃあもう一人まで、はい、どうもありがとうございます。経済的にその格差がこう拡大してっていうことなんですけれども、それがこう世襲というか固定されつつあるっていうところがすごく私関心があって、なんて言いますか、それがなんて言うんですか、まあ、職業にしてもそうだし、まあ、知識人っていうか知識階級もこう固定されつつあるのではないかっていうことにすごくこう危惧してるんですけれども、でそのほどほどっていうのはやはりそのバランスを取れっていうふうに僕はちょっと理解を多少したんですけれども、僕らぐらいの世代までの、まあ、バブルが崩壊する前にこう生きている世代っていうのは何ですか、ほどほどっていうのは僕はすごく大事だと思うんですが、今の若い人たちを見ると非常に厳しい環境の中で仕事をされていて、その派遣社員とかも多いし、でそれがその親の職業っていうか親の社会的地位とかそういうものにかなり、影響されていると思うんですね。だからほどほどとか言ってると、ほどほどというかそういうあんまり余裕というかそういうものがあんまりないと思いますし、またその何ですか、高校生とかを見ていると、親がその知識階級というか、そういう家庭だとものすごく勉強したりあるいは勉強をさせられているんですけども、うん、親がそのあんまりその勉強とかに価値を持たない家庭だと全く勉強しないみたいな、そういうなんか本を読んだことがありますので、そういうところはあんまり良くないことだと思うんですけれども、どうなんでしょうか。あ、それは私がお答えした方がいいと思います。今機会の平等を言われたと思うんですよね。みんな用意どんで同じスタートラインに立てというような機会がの平等があって、そこで努力する人と努力しない人の差はある程度出てもしょうがないと私は思うんですよね。ところが努力しようにも努力しない人が世の中にはいると。例えば親が貧乏で大学に行きたいと思ったけど大学に行けなかった人もやっぱりいるわけですよね。あるいは皆さんご存知のようにお医者さんとか国会議員 の子供はみんな医者になったり国会議員になるじゃないですか。これはみんな親がそういう立場にいると子供もそれに頑張る気分があるんだけど、そういう境遇で生まれてない人は最初から教育もないし医者や国会議員になれないというわけで、私が言えることは少なくとも教育とかそういうような機会の平等はみんな与えろと、親が豊かな人も貧乏な人も同じように教育を受けたい人は教育を受けられるような社会にせよっていうのは非常に大事な命題だと私は思ってます。それでよろしいですか。はい、じゃあもう一人。もう一人。今日はありがとうございました。一つお伺いしたいことがあるんですが、不安を感じない方法というのをやっていただきたいんですけれども、政治に対する不信感とか経済的な経済不況ということがあって、そういう、まあ、世の中がそういう状況であって、会社でもう毎日仕事をするのが精一杯で、誰かがリストラされるとか、派遣切りがあるとか、こう、まあ、自分の努力ではないこと、そういうことで、そのある日突然仕事がなくなってしまう。で、誰かが仕事がなくなるかもっていう、こう恐怖心の中でみんな、まあ、我慢して、より一生懸命頑張って働いてしまうという状況で、こう自分の身は自分で守らなきゃいけない。で、余計にこう不安が増えたりすることがあるんです。中でこう不安を感じないで休まれた方がいいのかなと思って。
た方が別の価値観を持って違う道を見つけていたんですね。その違う道を、どんな道を見つけたかっていうのちょっと、どうやってそういうふうに不安を克服して違う考え方ができるようになったかっていうのを。さっき挙げたような診察室でお会いした方たちは、まあでもその一度、まあね、本当に本人の希望じゃなかったけれども、その時は仕方なく仕事を一度こう中断したりとか、あるいは出世街道から外れたり降格したりとかですね、まあ、しなきゃいけない、その時はハメに陥ってしまったというふうにすごくその事態を不幸に思ってたわけですよね。でまあ、本当にその人たちはこう自分で望んだわけじゃなくて、もう何ヶ月も休まざるを得ない状況になってしまったというね、ちょっとそこはもう本人の意思と関係なくそういう事態になったっていうのが少し、まあ、なかなか一般的な一般の人には難しい状態ではあるんだけども、でもその中で先ほど言ったようにこれまで気づかなかったようなそういう家族の問題とか意識の移り変わりとか、あるいはなんかすごく自分がまあ、リハビリのつもりで、草木を育ててみたらすごくそれが楽しかったとかですね、今までこう全く目を向けることができなかったことにすごくこう楽しみとか生きがいを見出すことができて、あ、これまでのような生活はちょっと自分にはふさわしくなかったなっていうふうに気づき、そして例えば、まあ、収入は下がるけれども、まあ、残業はそれほどなくて家の近くで仕事をして、仕事が終わったら例えば定時が5時だったらもう5時20分には家に戻れてるとかですね、まあ、そういうふうにな生活を、まあ、自ら選択したわけじゃないけれどもすることになったらそれが意外に心地よかったとかっていうふうに、まあ、いうふうなことをな人がいましたね。ただいましたねとか何人もいます。ただそれはなかなかじゃあそうだからもう今別にそういう状態じゃなくて企業でワイワイやってる人が自らできるかっていうとねまた難しいかもしれませんが、でも結構今はねそういうふうな企業から、まあ、それも注目されるってことはそんなに大に大勢じゃないからかもしれませんけども、何かこうもっとこう NPO みたいなところで人を助けるような仕事に就くとかですね、まあいうふうにこう転身している人も特に若い世代なんかにはねいることはいますよね。あるいはその福祉とか看護の専門学校なんか行くとですね、やっぱり皆さん大企業でねこれまで本当に深夜まで働いてたけどこういうような生活とかあるいはこういう仕事がよりももうちょっとこうやっぱり人のために役立つ、収入は減るけれども人のために役立つ仕事がしたいとかね、そういう方もいることはいると思います。で、不安に陥らない方法っていうのはこれはなかなか難しいですけど、先ほどから言ったように今も社会状況が良くない、政治不信も強い中で暮らしているとですね、特に真面目な人ほどいつの間にかやっぱり自分を肯定する力が目減りしてしまって、私はダメ人間だとかね、人間失格だとかですね、私がやってきたこと全て失敗だったみたいに必要以上にやっぱり自分に対する自信とか肯定感が知らない間に少しずつ減ってしまっている。これはね非常に不安を高める要因だと思いますね。でもちろん自信満々になってね、俺は一つも悪くない、全部悪いのは会社だみたいにね、多発的にっていうんですかね、人のせいにしすぎるのはそれはまた問題だけども、でも今の時代真面目な人は放っておくと知らない間に自分に対する意味や価値がどんどん下がって、私は負け組じゃないかとか、私みたいな人間はダメなんだとか、社会の役者じゃないのってですね、本当にこう自分を低く見積もってしまうっていうね、これはやっぱり自分のなんとかそうじゃないんだねっていうふうに、まあ時にはさっきの面積じゃないけど私の方が悪いわけじゃなくて今時代が悪いとか世の中が悪いとかですね、いうことも気づきつつですね、なんとかその自分だけが悪いとか自分はダメだっていうふうな気持ちにどんどんなっていくのは自分で防げなきゃいけないというふうに思いますね。でまた先ほど今まさにおっしゃっていただいたように疑心暗鬼になって、次は私じゃないかあいつじゃないかとかね、いうふうにこうね人を信用できなくなるっていうのも、これも非常に精神的にはストレスが募る状況ですので、まあ本当はねこういう時代こそさっき橘木さんがおっしゃったようにニューヨークの若者たちもオキュパイウォールストリートとか言ってねこう連帯していて
っぱりこう疑心暗鬼じゃなくて同じような状況の人たちとね、あの連帯して、まあ、連帯とかって古いことも言うんだけど、まあ、みんなで協力してですね、こうあの一人の力じゃなくて集団っていうかね、あの集団って言ってもおかしい、なんか複数の力でこういうあの悩みを打ち明け合ったり、あのよく私たちの言葉で当事者同士 の, あのこうグループセルフヘルプグループとかね、あとピアカウンセリングっていって当事者同士のカウンセリングって非常に有効で、同じ問題を抱えた同士で悩みをこう話し合ってこうどうやって対処していくかとかですね、まあ、そういったこう集団の力みたいなものもね、まあ、こういう時代こそバカにできないな、まあ、別に組合を作るっていうかね、そういう意味ではないんですけどもね、というふうに、まあ、疑心暗鬼になりすぎるのを避けるっていうのも不安をあの少しこう減らす手立てかなと思います。はい、じゃあもうですかね、じゃあちょっと皆さんありがとうございます。いろいろね活発に質問していただいたりして、はい、あのまあもっと批判的な意見もあるかなと思って、まあ、そしたらちょっと黙っていらっしゃるかもしれませんが、え、ありがとうございました。で、はい、先生ありがとうございました。この後ですね、サイン会をしていただけるということですので、先に先生方に退場していただきまして、書籍ご購入のお客様は、別に並んでいただけたらと思います。では先生方ありがとうございました。あれはあんなあの遅れた小さな国だからね、あの言えることであって、その日本というのはもうね、ある種成長をここまで遂げた巨大な国がブータンを目指せみたいなことはもうナンセンスだみたいにすごく言われた、うん、で、まあ、化粧の化粧になった記憶があるんですけども、ああ、そうですか。そういう意味ではこう、なんでしょう、だからこうモデルを探せとかはみんな言うんだけども、実際にじゃあ北欧モデルがいいんじゃないかとかね、あるいはその心理的にはブータンみたいな国とか言うと、そんなこと不可能だっていうことが繰り返されてるんですかね、うん、やっぱり経済だけに限定すれば、やっぱり、アメリカのようなやっぱり経済が一番日本にふさわしいんではないかと、そういうような意見がやっぱりあの経済をやる人の中では多いですね。でその実際にはその北欧のような小国とね、うん、目指しても不可能だっていうのは本当に不可能なんですか。いや、それはやってみないと分かる。やってみない、経済だけは実験ができないんですよ。あの物理や科学や生物は実験できますけどね、あの経済だけはなかなか実験ができないっていう学問ですので、それは国民、ヨーロッパ型を選びますかアメリカ型を選びますかというその選挙で選択してですね、国民が多数派を選んだ方で実験やるしかない。そしてアメリカ型を選んだ人の政治やって失敗したら、まあ、じゃあヨーロッパ型がいいというにしかならないんで、経済学は実験ができないというあの学問なんですよ。だけどね、その成長路線を目指しすぎた結果の失敗っていうのはもうたくさんいろんな例が実はもうあるみたいです。アメリカのね、はい、そういう、はい、あの例もそうですし、例えば、まあ、それが、まあ、経済と直接あの対等にあの語れるかどうかわからないですけど、日本でもね、去年あの大震災があって原発事故があった時に、まあ、あの原子力発電っていうのがその経済成長をねとにかくのためにはもうこれ必須なものなんだっていうことで、その安全性みたいなことをもうないがしろにしてまでも作って、あれだけたくさん作ってしまった結果ああなったりしまったと。でその時にも同じような議論っていうか、だから成長ばかりを目指しすぎる一つのある種のこうものすごい大きなツケのようなことを私たち経験したわけで、まあ、それは路線変更しなきゃいけないんじゃないかね、あのっていうような意見も出てて、いろんなそういういろんな国家単位あるいはそういういろんなあの問題で失敗例というのはたくさんもうすでにあるんじゃないですかね。いや、おっしゃる通りですよね。あるいはその日本がね、まあ、はい、自殺率なんか自殺が、ね、はい、非常に多いで、はい、もちょうど97年から突然あの3万人台になり、はい、その時が続いてると、はい、でまあそれは不況があの本格化したからという説もありますけども、それで非常にあの97年に自殺が突然増えたときに、まあ、これは不況でこうなってるんだとか、雇用を増やしたりとかね、とにかく景気良くしないと自殺は減らないんじゃないかということで、まあ、小泉竹中改革が始まったり、まあ、その自殺を減らすために始まったわけじゃないんだけど始まっていったと。でまあ、実際にあの頃一瞬こう景気がすごくいいんじゃ、イザナギ越えとかなんとか言われましたよね。
ところが蓋を開けてみたら日本で一番自殺が、あの人数的に最高になったのが確か2002年とかなんですよ。だからつまりあの非常にもうその改革路線がこうどんどんあの進行して景気もこう良くなってきて雇用も増えてむしろ人が足りないなんて言われてる時に蓋を開けてみたら自殺者はむしろ増えちゃったんですね。でそれおかしいんじゃないですかとか言ったらなんかある方がそれはちょっとタイムラグがあるんですと、あのこれ景気が良くなってすぐに自殺者が減るわけじゃないのでね、あのこれは必ずもう少ししたら減りますみたいなことをねおっしゃった方がいたんですが、まあその後も全然減らないっていうようなね、だから全然その景気回復したり雇用が増えたら自殺者が減るもんだと思ったら逆で、まあ、つまり成長とか競争とかをむしろあの強いられて、まあ、その結果さらにね追い詰められて自殺をされる方っていうのは多分、増えたと、まあ、まあその因果関係が証明されたわけじゃないですけどもね考えなきゃいけないような時代になっちゃったわけですね、うん、というようなありとあらゆるところでそれこそ社会実験みたいなものがね行われてるんじゃないですかね。いやあのそういう面が、まあ、確かにございまして、先ほど加山さんが幸せのことを言われましたよね、はい、で今私いろんなアンケートをやってまして、はい、日本人どこに幸せを感じてるんだというようなアンケートをやっておりまして、国民にアンケートを配布して今得られた結果を多少なりとも要約して報告したいと思います、うん、日本人のみんなあんたいつが一番幸せですかというようなアンケートをした時にこういう答えが返ってきました、うん、お金が多くあることではないと大半の人が答えてるんですよ。お金はそんなに欲しくないと、まあ経済成長をするということはお金がもっと欲しいということと同義ですよね。お金がもっと欲しいと今年収が、まあ、500万円の人が来年はあるいは10年後には1000万円になりたいとか1500万円になりたいということは高い経済成長率が欲しいということを宣言しているんだと思うんですが、お金はそんなに欲しくないと、あなたはお金たくさん、まあ、例えば何千万円かもらって幸せですかと聞いてもそんなに多くの人がそんなに幸せを感じないと。じゃあどういう時に幸せを感じるかというような質問をしますと2つ重要な結果が出てきました。1つは自分のやってる仕事に生きがいを感じることができるのが一番幸せだと、そんなにお金はたくさんもらわなくてもいいと、年収何千万円とかそんな高い報酬をいらないと、自分はそこそこの年収でもいいけど仕事をやってる時に生きがいを感じられればそれで自分は幸せだということを言う人が圧倒的に多かった。それから2番目どういう時に幸せを感じるかというと家族がみんな幸せに過ごせればそれが自分にとっては一番幸せだと、これは男性も女性もそういう答えが来ました。誰か家族の中で突飛な人がいてなんかみんなで困るってなことじゃなくて家族の全員がつつましやかでもいいからみんな平穏に暮らせるような生活を感じる時が自分の一番幸せを感じる時だというふうに答えてました。じゃあ何が一番不幸ですかというようなことも聞きました。そうすると失業するということが自分にとっては一番の不幸だというふうに申しました。ということはどういうことかというとまず仕事が欲しい、働き口がなくて収入がゼロになるのはもう一番困る、しかしながら仕事が何かやる仕事があってその仕事が自分が今日は一日働いて、何か やりがいがあったなと、それはそのたとえ高所得者でなく高所得でなくてもその仕事があって自分が何か達成感があった時がハッピーだというふうに感じている人が多いということはこれを
私流に解釈すると、何にも日本人は将来にものすごい高所得を望んでるわけじゃないと。経済成長をどんどん高くして高い所得欲しいとばっかり言ってないと。そこそこでいいから安穏に家族と一緒に暮らせれば自分は幸せだと思ってる人が日本人の大多数であるんだったら、そんなにみんな一生懸命朝から晩まで残業もしてみんな一生懸命働いて高い成長率で高い所得を求めなくてもいいんじゃないかというインプリケーションがあるというふうに私は感じたんですよね。世代とかに関係なくってことですか、ね、世代、働いてる世代ですけど、働いてる世代の人です。ちょっと私ばっかり長く喋って申し訳ないですが、じゃあ人間は若い年代から働く世代から引退者までいろいろいますよね。で、高齢者にとってじゃああなたが一番ハッピーに考えるときは何ですかと聞くと、自分が健康であると感じるときが一番ハッピーである。これはまあ当然そうですよね。高齢者になってくるとやっぱり将来自分何年生きるかわからん、いつ病気になるかわからん、いつ要介護になるかわからんっていうのは、これはもう年代的な宿命ですから、これに対する回答っていうのはなかなかない、うん、もう人間誰しも老いますからね。80、90なったらどうしても病気がちになるし、となるとまあ我々経済学者ができる政策といえば年金だとか医療だとか介護だとか、そういうところでまあできるだけそういうようなことであんまり心配しないような支援を側面からやることしかないかなというふうに思います。従いまして働く世代と若い世代とではやっぱりその幸せに対する考え方が違う。まとめますと、やっぱり高齢者にとって一番の幸せを感じるときは自分が健康であるということを認識したときだと。これは年齢的な宿命だと思います。ね、まあ多分ね、その一人一人にそうやってこう意識を問うと、今おっしゃったようにそこそこの収入でもいいので生きがいとか、あるいは家族の幸せとかが自分はあればいいんだと思っている。それがどうも社会とか国家とか集団になると、なんかそうじゃなくて途端に成長を手放せないとなってしまうっていう、なんかねその辺のこうどっかでこう切り替わるみたいなところが今浮かび上がってきたと思うんですけれども、まあ、そこでね、なんで、まあ、みんなはそう思ってると、多分ここでも一人一人来たらそうだよねっていうのかもしれないんだけども、どうして、まあ、その成長しなければというような命題を至上命題みたいに思ってしまって、それを捨てられないのかっていうね、手放せないのかっていうところが、まあ、一番大きな問題だと思うんですけども、まあ、そうなるとそこにはなんかね、やっぱそれを拒む心理的なメカニズムみたいなものが働いてんじゃないかなと思わざるを得ない、ね、はい、そこはね、非常に、うん、私も悩むところでして、ね、うん、例えば経営者の人の前でこういう話をしますとね、それは敗北主義だって言うんですよ、うん、やっぱり企業は成長しないと、なんとなく頑張れ頑張れ言わないと、なんとなくみんな沈滞してですね、なんとなくまあ、働かなくてもいいのかと。やっぱり企業っていうのは成長しないと競争にも勝てない。やっぱりマーケットシェアをめぐって企業は競争してますので、やっぱり社員に頑張れとそこそこでいいやないかなんて一言言うと、もうその企業はもう敗北しちゃうっていう、やっぱり経営者はそう思うんですよ。まあ経営者の心理としてやっぱりそんなほどほどの成長でいいんじゃないのなんて言うと、俺たちはやっぱり頑張って売上高を上げない、まあ成長するっていうことは売上高を上げるっていうことですからね、売上高を上げるっていうことを知った激励しないと、社員がまあそこそこでいいなと思い出すと同業他社に負けてしまうと、それでもいいのかというようなことをやっぱり経営者はどうしても言うんですよね。だからやっぱり経営者の前でこういう話をしますとね、立花木さん敗北主義だと、あなたは学者だから
まあ橋本大阪市長は学者が大嫌いみたいで、あの学者の言うことなんかもうナンセンスだとばっかり言ってますけど、まあ経営者からもそういう声がきます。そう、なんだろうな、だからその、まあ、経営者はね、わかんない、あのそうかもしれないですけども、一般の、ね、人たちでも、まあ、このほどほどでいいんじゃないかとか、あのそこそこでいいんじゃないかってことに対するすごい抵抗も、そのある程度取られると自分はそうな、なのにそういうことを言うね、まあ、学者っていうかねに対する多分反発もあると思うんですけどもね。でそれは多分一つはね、あの二つぐらいこう心理的な要因があるかなと思って、一つはやっぱその私たちが安穏にさっき暮らしたい、ね、安穏にまあそんなにこう心配事なく暮らすためには、まあ、その今の日本のこの生活水準をある程度こう維持していかなければいけない。そこが一旦何かこう成長もあのどん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 成長するっていうのが停滞すると、あっという間にそれがこうあの転落してしまって、まあ、あっという間になんかこうね、昔のなんかつれづれ草みたいな時代のようなね、なんかすごいその貧しい生活に戻っちゃうんじゃないかっていうね、その恐怖っていうか不安っていうのが一つあると思うんですよね。それともう一つ、あの、ね、一つがそういうふうにあっという間に転落するじゃないか、その、というだからそのゆとりというか遊びみたいなね、あの少しぐらい減っても大丈夫ぐらい成長をどんどんしとかないと、あのもう一旦ちょっと成長を止めるとあっという間にこうダメになってしまうんじゃないかっていう一つの恐れですね。でこれでも逆にね、いろんな私の患者さんで、患者さんシースなんですけども、あるこうあの塾というかね、あの学校に行ってる人がいたんですけども、でそこの、トップの人が、その人に、たちに生徒たちに勉強させるためになんか停滞、すなわちこれ衰退とか言って、とにかく一旦止まるとね、すぐにもうあっという間にダメになるんだから、あんたたちはもう日々前進していないと、あのもう維持すらできないよっていうことをね、こう焚き付ける。だからまあ学習とか勉強とかではそれもいいかもしれないけど、まあ、そういうふうに一旦止まったり一旦スピードが止まるとあっという間にダメになるんじゃないかっていうね、一つのこう、まあそれ多分普遍的な多分不安だと思うんですけど、それが一つと、あとそれから特にこういうふうに今のような、まあ、いろんな意味でこう不安とか閉塞感とかれる時代になると、このほどほどとかね、そこそこっていう非常にこうグレーっていうか曖昧なこう状況で受け入れたりするっていう、それのゆとりっていうのがやっぱりなくなって、このまあまあでいいじゃないっていうかね、あのまあいいところもあれば悪いところもあるよねっていうような曖昧さを受け入れるっていうのには、ある一定のやっぱり心理的な余裕とかエネルギーがないと私たちできないようですね。で、追い詰められれば追い詰められるほど極端な、とにかく成長だとか、あるいは逆にもしかしたらもういいじゃない日本は原始に戻れみたいなことを言えばみたいなね、ある意味でなんか極端な極論の方を受け入れて、受け入れると、最もね、そういうこう、まあ、1% の成長で、まあ、これまでのようにね、ぐいぐい世界に言わせられないかもしれないけど、まあ、でもだからといって、転落するわけでもない、まあね、少しずつみんな我慢しながらなんていうのが、ある意味、最も受け入れにくいっていうんですかね、ことだと思うんですよね。いや、もう、あなたは非常に2つのことを言われて、第1番目の、要するに、ほどほどなんてやってるんですよ、いずれ転落するんじゃないかと、日本が中国に GDP 負けですね、インドに負け、いろんな形で日本がその経済的に衰退していくと、世界でのいわゆる政治の世界でのプレゼンスも非常に小さくなるんじゃないかというような恐れ、それ私はちょっとマクロ的に言えば、中国にいずれ負けてアジアでの覇権は中国に取られてもいいんじゃない、取られるのいいのかという政治の、取られるならね、なんかこう属国になってね、うん、いいようにされるとかね、奴隷になるんだみたいな、ものすごい極端なそのなんかビジョンっていうか、それも言う人いますよね、よくね、私はそれはあんまり組みしないんですよね、うん、例えばヨーロッパ見てますと、今一番豊かな国はドイツです。やっぱりね、ドイツは非常にいけと言ったけど、なんと中国は今や日本以上の格差社会です。ものすごい貧富の格差が大きい社会になって、何にも下の人に恩恵が
及んでないというのが現状じゃないでしょうか。アメリカはどうなんですか。アメリカという国もね、まあ、そういう意味ではこう、はい、まあ、そういうあのいわゆる自己責任という考え方が徹底していて、はい、まあ、そこであの格差っていうことも あの、まあ、ある種受け入れて、まあ、これまでねあの成長というのを追求してきたと考えていますかね。まあアメリカ国民、私の見るところ世界で一番そういう経済効率優先、ね、格差もやむを得ないかと言ってる、うん、まあアメリカが最先端の国だと思います、うん、アメリカ人にアンケートをやるとやはり経済効率化が第一であると、そんなあの貧困で苦しんでる人は自己責任だと、 あの人たちは頑張らないからダメであってまずは頑張れという意識がやっぱりアメリカ国民は非常に強いから、うん、格差に対するそのネガティブなアティチュードっていうのはそんなにない国でしたが、うん、皆さんご存知のように、うん、あのニューヨークのウォールストリートをあの占拠した若者がいるのはご存知でしょう。アメリカですら 1% の超富裕層が 99% の、 あの非富裕層を搾取してるっていう運動が起きて、アメリカですらああいう運動が起きたっていうのはいうことはアメリカでもやや反省が起きてるんだなという印象を私は持ちました。日本の場合ね、あのその経済の効率化を優先していく末に格差が拡大するという結果はあんまりこう無自覚っていうんですかね、知らされてなかったようにも思うんですよね、はい、あので、まあ、とにかくあの経済的な経済大国になり、それをこうさらに突き進めていくとなんとなくみんなハッピーになるんじゃないかっていう、はい、なんか非常に楽観的なことを思っていて、はい、で格差が拡大してるとか、あるいは実は日本の貧困率が高いとかっていうことが言われ始めたのってそんなに昔のことじゃないですよね。おっしゃる通りですね。皆さん高度成長期の頃は成長率 10% で非常に効率性も高かった。ところが一億総中流という言葉は皆さん記憶にございますでしょう。国民は全員が自分は中流だと思ってるぐらいの、まあ、平等社会だった。高度成長期の頃は日本は世界で稀に見る非常にいい世界だったんですよ。経済成長率も高い、経済効率性も高い、一方で所得の分配も貧富の格差があんまりない、一億総中流をみんな感じてたから非常にハッピーな時代だったんですよ。なんでそれを実現してたんですか、その頃は。ああ、グッドクエスチョンですね。あの高度成長期の頃ですか、うんうん、高度成長期の頃はまずちょっと経済の話ばっかりで申し訳ないですが、後であの心理の話もさせていただきますが、高度成長期の頃はその以前は日本はもう貧乏でした。戦争に負けて、国民全員が貧乏だったでしょ。だからみんなが頑張らなきゃいけないと、ここでみんなが一生懸命頑張って働いて日本の経済を強くしないといけないという雰囲気を国民全員が持ってた。だから高度成長期の時はみんな頑張ったし、みんな頑張るけどそんなに貧富の格差もつけないという合意が国民全員の中にあったんですよね。その一つの、象徴が年功序列、終身雇用という雇用制度に現れてて、解雇もしないけど、労働者も会社を辞めないと。そしてみんな年を取るごとに、昇進していくし、昇進もしていくし、賃金も上がるっていうのはこれ平等主義なんですよ。若い時は賃金は低いけどみんな一緒に上がっていくという、これ平等主義を高度成長期の頃は達成してたわけですから、そこでみんな勤労意欲が強く一生懸命働いて、そして将来に期待もあったからみんな頑張って、で、一方で賃金なり所得の分配も平等だったという、日本は非常に恵まれた時代が30年前40年前にあったんですね、うん、ところが徐々に、まあ、オイルショックだとか、あるいはあのバブルとかいろんな経験を経て、日本の経済成長率がだん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 低くなってきて、で一方で格差も徐々に増えてきたという状況になってきて、じゃあ経済成長率が低くなり、一方
国民の間の所得分配の不平等も進行しているときにどういう処方箋があるかというわけで、ここ10年20年いろんな考え方がまた日本で出てきて、経済を優先するためにとにかく成長しないいけないという意見と、いやもうほどほど豊かになったんだからそんなに頑張ってまたこう成長をやる必要あるのかという意見と分かれているというのが今の現状ではないでしょうか。だから今やもうそういった経済の効率化と格差が広がらないようにするということ、そのジレンマを解決して両方両立する処方箋はそれはもうないだろうというようなことになり、どっちかを取るというか、いやまあどっちかを取ると言われれば、まあほどほどにというんですかね、まあ成長率もほどほど、それから分配もほどほど平等というのが、まあ私の言うほどほどに豊かな社会というふうに考えていいんじゃないでしょうかね。まあ行動成長ばっかりやっぱり言い過ぎるとやっぱりどうしても所得分配不平等になりますから、じゃあ所得分配の不平等を阻止するためには、まあ成長率はそんなに高くなくてもいいんではないかということになりますけどね。そのモデルが国があるんですよ実は。それは皆さんもよくご存知だと思いますが、北欧諸国がそうでございまして、北欧諸国ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドという国は成長率もそこそこです。成長率もそこそこだけど分配も平等が結構高い、まあ、福祉国家の代表選手ですから、成長率もだいたい 3% 前後をキープしてるし、所得分配も平等性が高いというわけで、私は北欧諸国はすごく両方を両立させて、いい国だなと思うんですが、北欧をモデルにせよというと日本ではものすごく叩かれます。北欧のような国は日本はなれないと。なぜなれないかという反論、例えば私は竹中平蔵さんと意見が違いますので、竹中平蔵さんとよく対談したりテレビで出たりするんですが、あんなちっちゃな国は日本は真似はできないと、北欧はせいぜい1カ国、まあ、600万人から1000万人の国であると、日本は1億2000万人の国でそんな悠長なこと言っておられんというようなことがまず出てきますね。で1億2000万人の人に、おまんま食わせるためには経済成長がないとダメだというふうに、出てきますね。それはそうそう、だからその、なんだろう、後でねまた幸福っていう話もしたいと思うんですけども、去年ねブータンの国王の夫妻が来て、まあ、あの人たちがこうイケメンとねかっこいい以上だったってこともあり、非常にあの時に、まあ、ブータンっていうのがね素晴らしい国だっていうのが盛んにこう報道されて、まあ、その時によくブータンは、まあ、いわゆるGDP が低いけども国民総幸福指数っていうんですかね、はいはい、あれが非常に世界一高い国というところがクローズアップされましたよね。ところが私2年ぐらい前に、まあ、朝の間生テレビで、まあ、その話をね、まあ、まさにこう経済成長とかそういう話の時に、まあ、ブータンのようなね違う幸せのあり方を目指すっていう方法もあるんじゃないかとかいうことを言ったら、その時は本当に今出たパネリストの人からそれこそ同じようなあんな彫刻と比べてどうするんだ強いでダメな国がギリシャとかスペインとかイタリアとか皆さんご存知のように毎日そういう経済がダメになっていると言われているんですが、イタリア人とこの前話したことがあるんですが、それは経済はダメでドイツから助けてもらわないかん状態になってるけど、俺はインテルミラノサッカーのですね、が勝てばもうそれでハッピーなんだと。そんなもう経済はドイツに負けてるけどね、その自分の好きなチームが勝ってれば、そんな所得なんか多少低くたってハッピーだと、そんな経済なんかまたドイツに勝てなんていうことは言わんでもええというような人が結構多いっていうんですよ。そういうのは私は非常に大事な感情だと思いましてね、
例えば私が申しました先ほど日本人がその仕事でなんかあの高い所得の仕事じゃなくてもなんとなく生きがいを感じる仕事があればそれでハッピーだと言ってるのはインテルミナーノがサッカーで優勝するのと同じことだと思うんですよね。そういう意味であの何にも経済だけが全てではないと、ドイツ人を見ろと、あんなにヨーロッパでナンバーワンの経済になってるけどというような声が他の国からやっぱり出てきてるということを感じると、日本だって中国に負けて、いいんではないかというようなことを言いますと、またあれは敗北主義だと、なあもう中国の属国になってもいいのかというような大国主義のやっぱり思想が出てくるのがあの私にとってはあんまり自分の好みではないという印象を持ってます。なんだっていうか、なんかね、それが、まあ、イタリアぐらいのね、ある種のね、高生活水準もありつつね、いや俺はあのサッカーがね、あの見て美味しいもの食べたりね、恋愛したりするハッピーだみたいなのはまだいいけど、なんかこう非常に私たちってある種なんか楽観的なのか悲観的なのかわからないけれども、なんかすごくこうそうなるとどん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 転落して、なんかすごく貧しいのになんかブラあのリオのカーニバルで1年に1回だけねやってバッバッ騒いで、あとはもうすごいこうスラムのところで暮らすみたいな、そういうなんかね悪いビジョンっていうんですかね、それなんかパッと浮かんだりしちゃって、そうなっていいのかとかね、あの そんな風にまでこうもうどんどん転落しちゃうともう歯止めが効かなくなっちゃうじゃないかっていう、その脅迫観念というのも非常に強いと思うんですよね。特に、まあ、今言われた意見は経営者の人たちと政治家の間でそういう意見は強いですよね。やっぱり、日本はそれはもうそれは格差は広がってるけど、まあ餓死するような人は、まあ、多少はいますけどね。あのさあアフリカなんかとはだいぶ違う豊かさですからね、ほどほど生活を保てるならそれでいいんではないかという意見を言うと、やっぱりこれは敗北主義だ、もうそんなことを一言でも社員の前で言うと敗北主義で、日本も加山さんが盛んに言われるように転落の道しかないと。だから私は転落は困るという意見には大賛成です。従いまして経済成長率 1% か 2% で十分だというふうに国民が合意があれば、なんとか日本の国民全員の生活水準は今のままでちょっとちょっと豊かになるという水準は保てると思いますが、中国のように年率 10% の経済成長率っていうのはもう絶対に無理だと。まあ、経済成長戦略みたいなのでね、打ち出される成長率の 目標ってどれぐらいなんですか？大体 4% ぐらいを念頭に置いてますね。それでないといずれ中国にパーキャピタっていうの1人当たり所得でも10年後か20年後には負けてしまうという予想がもう出てますのでね、私は負けてもいいんじゃないか、まあ、皆さんからぜひとも後でご意見をお伺いしたいですが、もう一つですね、私がそういうことを言う一つの論理は、じゃあまあ経済成長率がそんなに高くない世界というのは多少は我慢しましょうということと同じ論理だと思うんですよね。で加山さんが 3.11 のことを言われて、原子力でああいう問題になって電力が使えなくなったら経済成長率は減るから、やっぱり原子力発電は必要だという意見がやっぱり今日本で、まあ、真っ二つに分かれてますけどね、もう原発やむなしの意見と原発をできるだけなくした方がいいという意見と真っ二つに分かれてますが、皆さん原発の事件の後、私は京都にいますので東京に来ると真っ暗だったんですよ。地下鉄だとかビルとかみんな真っ暗で電気ほとんどみんななかったですよね。それでもね、みんな文句言わずにね我慢してるんですよ。ああ私はこれを見て、ああ電気そんなになくても日本国民は我慢するあれを持ってるなというふうに思った次第なんですよ。で
ああ電力なくても地下鉄真っ暗でもみんな我慢しながら生活してるんだ、こういうのが日本人が抵抗しないんであれば、そういう我慢の心理を日本人が今後も持っていくんであれば、電力は多少なくても生活はしていけるんじゃないかというような意識を持った次第でございます。だからそこの悲観論に陥らないようにするには、ほどほどのね 1% ぐらいの成長率だとどれぐらい頑張ればそれが達成できて、そしてその時のその我慢っていうのがね、さっき言ったようにもう全部食べるものも食べず飲むものも飲まずではなくて、こういう生活スタイルですよっていうのをなんかもっと具体的にこういろいろ提示で、できればカタログみたくね、こうなりますねみたいにね、できればいいと、その不安、いたずらなね、不安感、その一旦転落しだすともう底辺に行っちゃうんじゃないかとか、もう完全に占領されちゃうんじゃないかっていうのを払拭できるようにも思うんですけどね。私もそう思いますね。やっぱり政治の世界なり、官僚の世界がですね、今後の日本の社会経済の在り方、まあ大体 1% か 2% の私は成長率でいいと思ってるんであれば、電力はどれだけ必要であると、あるいは高齢者の不安を払拭するための年金なり医療なり介護の支出がこれだけ必要で、国民は一体これだけの負担が必要ですと、今消費税をどれだけ上げるかが大変な政治またになってますけど、今私は論争を見てて一番の不満なのは、10% に消費税を上げて高齢者が一体どれだけの医療と介護と年金をもらえるかという、見通しを政治の世界示してないんですよ。それなら国民はなんか 10% の消費税取られても俺たちの将来の社会保障をどれだけ、安心できるかという信頼性がなければ、国民は消費税のアップを反対する可能性は高いだなと思いますよ。 10% ぐらいにしてもね、結局やけにしみずみたいなんで、そんなこうビジョンを示せるぐらいのサービスができないからってことじゃないですか。そうでもない、そこは非常に難しいですけどね、私なんかは実は私消費税アップ論者でございまして、国民にその年金医療介護の安心を与えるためには消費税率を 15% に、まで上げないといけないという計算を出してるんですよ。これだけの年金と医療と介護の安心を得るためには 15% の消費税率が必要であるというようなことを個人的には主張してるんですけどね、私なんかが主張するよりも。震災前から対談をして、その間に震災が起きたんですけれども、の一応観光の、少し観光して日が経つんですけれども、記念の、ボックスセッションということです。それで、まずこのちょっとね、そのほどほどに豊かな社会っていう随分こう消極的なタイトルっていうんですかね、いろいろこれね、どういうタイトルにしようか考えたんですけれども、でもなんかこのずっと対談の中で、いろいろ教育、経済、生活とかいろんなテーマについてお話をしてるんですが、結構そこでこう通底していたのが、ほどほどっていうね、ワードだったんじゃないかということで、ほどほどに豊かな社会というふうにしたんですけれども、私はね、ちょっとここ数年、いわゆるそういう、こう競争とか、とにかく成長、向上、前進みたいな社会に対して、いろいろこう、ちょっとそれはいろんな意味で、それは無理もあるし、危険もあるんじゃないかということで、主に精神科医という立場なんで、生き方とか考え方という観点から、そういう、もっともっとっていうふうなね、そういう
ムードに対して、まあ、批判的なことをずっと言わせていただいたんですが、立花さんは経済学者でいらっしゃるわけで、経済というとやっぱり何といっても成長、ね、あのというのがもう至上命題のように、まあ、言われることが多いと思うんですが、経済学者、経済学の立場にいる立花さんもほどほどなんて言ってしまっていいんですか？ただいま名前が上がりました経済学専攻の立花と申します。経済学にはこの中で経済学を勉強された方もおられると思うんですが、まず大きく分けて近代経済学とマルクス経済学というのがございました。そして日本の経済学というのは戦後マルクス経済学が圧倒的に優勢でした。で、近代経済学という非マルクス経済学というのはむしろ少数派でございました。で、私は近代経済学の畑で育ってきました。ずっと学生時代から現在まで近代経済学を、まあ、勉強してきたものなんですが、まあ、近代経済学というのを別の言葉で言えば、ある人は新古典派経済学ということを言う人もいる。新古典派というのは英語で言えばネオクラシカルエコノミクスで、まあ言ってみれば成長をするにはどうしたらいいかということを一つの目標として勉強する学派で、で経済成長をするということは経済の効率化が非常に大事であると、経済を効率に運営しないと経済成長は発生しないと、したがって経済成長ということを達成するには経済を効率化にしないかんと、経済を効率化するに一番いい制度っていうのは新古典派経済学は市場原理、要するに市場の赴くままに任せると経済は全てうまくいくということを、経済成長なり経済効率化を主張する人はもう政府はあんまり関与するなと、市場の赴くままに任していったら自然と経済は効率化に向かうし経済成長率も高くなるっていうのが、まあ、新古典派経済学の結論でございました。そうするとそれをとことん放っておくと、これは近代経済学の考え方が解決できなかったことなんですが、格差が拡大するというネガティブな面を伴うわけですよね。経済効率化を図れば高所得の人と低所得者の人の格差が広がるという問題が生じて、じゃあ経済効率化と格差を両立するにはどうしたらいいかという、今度非常に難しいディレンマに新古典派ないしは近代経済学は陥ったわけですね。そういうディレンマに。で、まあ私はまあ格差問題なんかもかなりやってきた人間として、やはりある程度格差は広がるのはやむを得ないけど、これ以上格差が広がるということは経済成長をとことん認めるからこういう結果になるんであって、経済成長もほどほどではほどほどでいいんではないかというようなことを主張してきて、たまたま、まあ、加山さんも精神心理学の心理学の立場からそういうご意見を持ってるし、私も経済学の立場からもうほどほどの経済成長でいいんではないかと、ゼロ成長率は困ります、あるいはマイナス成長率も困るけど、日本の経済成長は 1% ないしは 2% の成長率でいいんではないかと、そうすれば、まあ、格差もあんまり広がらないし国民全員が幸せになるんじゃないかという主張をしたのが、まあ、私の経済学者としての、まあ、立場でございました、まあ、ちょっと経済学に寄りすぎた話ばっかりして申し訳ございませんが、まあ、経済学の立場としてはそういうことでございます。経済学の中でもいわゆるその格差が拡大するのはこれは由々しきことで、
これはなんとか解消しなければいけないっていうのは基本姿勢なんですか？あのね、そこは非常に難しいんですよね。あのまあ私、日本で格差が拡大しているぞと、これをなんとか抑えないかんというようなことを言ったときに、まあ、批判をものすごく受けました、そんなことやると経済成長率は低くなると、国民全体が貧乏になってもいいのかと、経済成長をやることによって、その経済成長をやることによって高所得者の人がたくさん増えるって、も全体が底上げするからそれは構わないんだと、いずれ高所得者の人が潤うと雫が落ちるように、上の所得の人から下の貧乏な人に雫が落ちるように、みんなが豊かになるんだということを成長派の人は盛んに主張しました。したがってまず成長が第一だと、これ経済理論的にも雫が落ちる理論というのがございまして、まずは成長だと、成長したらいずれ底上げが起きるとなこと言ったんですが、日本では関心もそこに行ってない、富は一部の人に集中するし、そういう雫が落ちるように下の人に恩恵が及んでないんではないかというのが私の意見でございます。これは実はもうちょっといいですか、中国もそれを言ったんです。テンシャンピンというあの中国共産党の指導者は、まずは経済効率化のためには先に行ける人は行けと、先に行ける人が行ったら後で、あの落ちこぼれもなんとかあのそれについていけるように豊かになるから、まず先に、行く人は